二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一。あ、これで映像が止まった。ちょっと待ってくださいね。うん。 これでいってるかなはい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 。これで音声いってますでしょうかえっ、ー、と、あれんこっちの音声いってないかな返しが来ない。えっ、ー、と、待ってれば来るのかなえっ、ー、と、音声いってますでしょうかはいはい。あ、音声いってるかなはいはい。<laughs> というわけで、えっ、ー、と、だいぶ遅くなりましたけども、なんか準備に手間が出ましたけども、はい。 ちょっと、ちょっと秒数が出ます。1、2、3、4、5、6、八8、9、10、11。結構遅くね、これ。え <laughs> あれリロードした方がいいのかなちょっと、ちょっとあの、こっち一回リロードして、いろいろ、あの、なんか、その、音声環境だったり、開始だったりがバタバタしてるんですけども。はい。で、一二 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, と、設定忘れした。あのですね、あの YouTube の方が、あの、ラグが少ない設定があるんですけど、それにするのを忘れたというのに今気づきました。はい。いろいろと、あの、トラブってるんですけど、あの、Windows の、 なんか、ま、僕が使ってる、その、デルのパソコンなんですけど、で、それのなんか、音が出なくなったっていうのがあって、で、なんか、それを直すので、こう、あの、デルのサポートとかに連絡をしてたんですけど、で、その、日本の朝9時から始まるんですよ。で、日本の朝9時から始まるっていうのは、ま、こっちで行くと、深夜の2時なんですよね。で、その、ま、深夜の2時に、こう、あの、デルの、なんか、サポート、サポートのチャットにつないで、こう、 なんか、このドライバーをインストールしてくださいとか、これなんか、あの、アインストールしてくださいとか、1、2時間ぐらいやって、で、最終的に、あの、OS をサインインストールしてくださいって言われて、あの、それなら最初から自分でもできたわっていう。っていう状況で、あの、いろいろとこう、OS のサインストールになって、あの、アプリケーションをいろいろ言い直してるっていう最中で、 で、あの、明日、こう、アベプラがあるので、その、カメラとかの環境も、なんか、元通りになってくるかなと思って、こう、アプリを入れたんですけど、あの、動いてなかったっていうので、なので、設定にいろいろ時間かかる。えっと、今日飲もうと思ってるのが、ウエストマルでいいのかなウエストメール、ウエストマル、トラピスト修道院のビールで、330ml でアルコール度数9.5%ってやつで。 で、えっ、ー、と、まあ、そういうわけで、僕は、あの、アルコールを見ますけど、皆さんも手元にアルコール的なものがあったら、準備してあげると、いいんじゃないかな、と思います。はい。あの、シュラフでこういうに続けるの僕、僕難しいので、はい。というわけで乾杯、えー、今のところは大丈夫かな、設定的には。あの、話しか入ってなかったです。はい。そんなに振ったつもりはなかったんですけどね。はい。というわけで、えっ、ー、と、なんか、酔っ払う前に、先にもう、あの、ちょっとタイトル回収しちゃいますけど、 あの、不幸な子供時代は、高学歴の厳選というタイトルにしたんですけども、声が低い。マイクおかしい。あ、ちょっとマイク一回差し直してますね、じゃあ。はい、これでマイクを差し直してみましたけど、一応なんかマイク差し直さないと。あ、件数もいたの、すいませんね。はい。<laughs> なんか、ちょっとあの、こう。 映像が出るのにちょっと時間がありました。はい。というわけで、これ音声言ってるかな。いいかなはい。で、ク差し直しましたで、あの、タイトル解除しますけど、不幸な子供の時代は高学歴の厳選っていうのをしたんですけど、あの、うん、日本の場合の高学歴っていうのが、まあ、大抵あの、そのテスト、試験を受けてから、あの、そのあが、あの、共通一時的なやつだったり、大学の入試受けたりっていうので決まるんですけど、で、日本の学科試験のほとんどって、あの、記憶力に依存するんですよね。 要するにその,の IQ テストみたいなやつとかで、なんかじゃあサイ,サイコロの,かあのなんか展開図とかだったりとか、あのひたすらじゃあこの数字を計算してくださいみたいなとかだと別に記憶力はいらないんですけど、基本的にその日本の学科ってじゃあ社会にしたらじゃあ何か何々という事件が起きたのはいつでしょうとか、じゃあその英語の,じなんかあのテストにしてもじゃあこの英単語知ってないと解けないよねみたいな基本記憶力テストなんですよ。で、あの、 その、まあ、IQ テストだったりとか、もしくはその会社の面接とかだと記憶力じゃないもので、その洞察力だったりとか、あとまあ反射神経的な能力だったり取るんですけど、まあ、基本的に日本の高学歴というのはまあ記憶力テストですよと。で、じゃあ記憶力がいい人ほどいい大学に受かりますと。で、じゃあ記憶力がいい人の特徴というのを、まあ、僕が 感覚的な調べた限りなんですけど、あの、子供時代不幸な人って大体記憶力いいんですよ。<laughs> あの、要するにその、じゃあ、人の記憶、まあ動物の記憶もそうなんですけど、その記憶というものがなぜ生まれるのかっていうのだと、例えばじゃあ、ちっちゃい頃に蛇に噛まれました。で、そうすると、細長くてニョロニョロしたものというのは近づいてはならないというのが記憶するんですよ。 なので、記憶というのは基本的に嫌なこと、二度と起きてほしくないものを覚えるというところから、記憶能力っていうのが進化していくんですよね。まあ、動物もそうなんですけど。なので、その、なんか初めて見たものとかって、なんか好奇心を持って、あの、なんかこう近、猫とかも近づいてくるんですけど、なんかそれでこう、なんか噛まれたりとか嫌な経験をすると二度と近づかないみたいなのがあるんですけど、 で、その、現状の、まあだ日本に住んでる人とかだと、まあその犬に噛まれるとか、蛇に噛まれるとかっていう、その痛みによる記憶ってそうそうないんですけど、で、たまにそのちっちゃい頃に、あの、子供で痛みを覚えるパターンっていうのだと、あの、親が暴力を振るうパターン。 で、これは、親に、要は、その、なぜ殴られたのかわからないけど、この人の機嫌を悪くすると、殴られるぞっていうので、じゃあ、なるべくお父さんの機嫌が悪い時に話しかけないようにしようとか、お母さんが機嫌を悪くならないようにしようとかっていうので、その、暴力殴られるというのをいかに避けるかっていうのに、まあ、知恵を使うようになるんですよ。そうすると、過去どういうふうに殴られたかっていうのをちゃんと覚えないと、2回目のその、あの、殴られるというのを避けられないので、なので、大体あの、 子供の頃に、あの、不幸な、要は親に殴られたとか、親が揉めてたとか、大体で、ね、家庭が不幸な子供ほどね、記憶力良くなるんですよ。で、まあ、あの、有名な人では分かりやすい例でいくと、あの、成田兄弟、成田あの修造さんと成田祐介さんの、成田兄弟は、まあそこも親が離婚してるんですよね。なので、あの、まあ、離婚のような状態っていうのは、いきなりすっぱり離婚するわけじゃなくて、基本的に大体親が言い争いをしてめるんですよ。 で大きな声で言い争いをするというのは、やっぱり子供心にはすごいショックなことだったりするので、なのでそこら辺から割とその、やばいぞっていう生命の危機を感じて記憶力が良くなるっていうのがあって、まあうちの彼女も記憶力いいんですけど、はい。というのがあるので、なので逆にすると、 子供時代を不幸にしてあげた方が、あの、工学歴の可能性は高くなるぞっていう話で。まあ別に、だからといってそれをお勧めするわけではないんですけど、ただ、現実問題、その、記憶力が良いというのを、じゃあどうやって記憶力を、記憶力というのを作るかっていうと、その、子供の頃から記憶力が良くないと困るような状況にするというのが、工学歴につながるっていう、あの、どうしようもない話でした。はい。 いや、だからね、そう、おすすめできる話じゃないんですよね。なんか、あの、その、なんか、それなりにその高校生とかになって、一生懸命勉強しても、記憶力がいきなり増えるとかってあんまないんですよね。要は、子供の頃から記憶力がいい子は記憶力が良くて、で、大人になってから記憶力がいきなり良くなる子って、まあ、大人も含めて僕見たことないんですよ。 要はその記憶力悪い人ってずっと悪いままだし、いい人はずっといいままなんですよね。なので子供の頃に記憶力のキャパシティをどう作るかっていうので、大体決まっちゃうんじゃないかっていうのが今のところの僕のあの調べた範囲の。はい。あの、写真記憶のある人っていうのがいて、その見たものとか聞いた話とかっていうのをほぼ覚えちゃうっていう人いるんですよ。で、そういう人ってやっぱ子供の頃から覚えちゃってるんですよ。 なんか、大人になってから写真記憶を、その、習得しましたみたいな人って聞いたことないんですよね。あの、絶対音感とかもそうなんですけど、その、聞いた音を音階で当てはめられるって絶対音感もあるんですけど、あれも、その、相対的絶対音感の人はいるんですけど、あの、能力的な絶対音感の人ってやっぱり最初からで、その、要は、この音がどうだから、こう、一個上がってるからレだよねっていう、その、あの、 学習して絶対音感的なものを手に入れた人っていうのはいるんですけど、最初から絶対音感の人って、やっぱ生まれた時から絶対音感なんですよね。なので聞いた瞬間に、あ、この、この後どうとかっていうのが分かったりするっていうのがあったりして、なのでその子供時代に習得できたかどうかの能力っていうのは結構重要だったりするので、なのであの記憶力、そう子供の記憶力のいい子供を作ろうとすると、あの、なかなか厳しいことを子供にしなければならないっていう。はい。<laughs> 僕、だから、あの、小学校の後半ぐらいまで記憶力あんまないんですよね <laughs>。あの、全然僕、子供の頃のこと覚えてなくて、その、なんか、こういうことあったよねって言われたら、ああ、確かにあったかもね、ぐらいな感じなんですけど、あの、基本ほとんど覚えてないんですよ。っていう感じで、あの、記憶力悪いんで、あの、記憶力いい人ってなんでなんだろうって話を聞いてると、あの、大体子供自体不幸だったっていうのが分かって、参考になんねえなーっていつも思ってます。はい。 だ結構その、東大行きましたみたいな話とか、人の話とか聞くと、やっぱなんかね、家庭内でね、いろいろ大変だったことって結構聞くんですよね。ああ、やっぱ子供時代大変だったんだな、みたいなのをこう確認するみたいな、そういう感じになってます。<laughs> フェルト広域作った見てちょ、作ったんだ。ほう。 え僕は慶応義塾大学出身の無職ですが、自民党が NTT の株を外資に出するそうです。ネットや電話回線は災害時に重要で、ツイッターがイノをマスクに売却されインプレゾンビにチャン断されて、今回の台湾、カレンでいいのかな、自身のじ、えー、情報を見づらくなりました。NTT 売却で通信インフラ、崩壊するんでしょうか、まあ、でもあの51%以上売らないで、そこを国が持つという形にすれば、別にいいんじゃないかなと思いますけどね、要するにそのマジョリティをそのあを市場に出すのか出さないのかっていう問題で、なので一部出すっていうのは、僕は賛成ですけどね。 要はその51%以上出しました、出しましたっていうので、じゃあ外国が買いましたとかっていうので、じゃあこれから日本攻めようぜっていうと、めちゃめちゃ有利になるんですよね。そのウクライナが、じゃあなぜそのロシアとそれなりに戦えてるかっていうと、あのイーロン・マスクがあの衛星携帯を無料提供している、まあ、その後アメリカからお金ももらったらしいんですけど、っていうのがやっぱり大きいんですよね。 なので、その、ここ攻撃しようぜっていう情報もネット経由でいろいろ手に入るし、で、じゃあ、その攻められましたっていう時も、どういう部隊が、その、じゃあ、どれぐらいのそのなんか戦車だったり兵隊なので攻めていくのっていうのを、住民たちが写真だったり動画を撮って、で、それをその衛星形態のスターリンクで上げて、で、ウクライナのその軍の司令部がそれを見て、あ、ここら辺の部隊がこっち側に移動してるということは、こっちが手薄だな、みたいなので、その、リアルタイムで情報収集して、で、それで対抗できるっていうのがあるので、割と強いんですよ。 で、あの、一回、ウクライナが、あのー、クリミア半島を取り返そうとしたことがあるんですよ。なので、クリミア半島のあの、半島をつなぐ橋が爆撃されましたとかっていうの、ニュースであると思うんですけど、で、あれを潜水艦かなんかでやろうとして、で、その時に、イーロン・マスクがそこの衛星切ったんですよ。 要はその、ウクライナを守るのであれば、スターリンクは、あの、自由に使ってよいですよと。ただ、クリミア半島というのは、一応その戦争始まる前は、あくまであれはロシア領土でしたと。まあ、もウクライナだよねとかいろいろあるんだけど、少なくとも戦争始まる前は、あれはクリミアの領土でした。なので、クリミアを攻めるところに、ことには、そうスターリンクは使わせませんよって言んで、スターリンクの改善切っちゃったんですよ。で、結局攻められなかったっていうのがあったりして、なので、割とその… イーロン・マスクって、あの、ウクライナ・ロシア戦争の結構、あの、大きなポジションを占めてる人なんですけど、あんま世間的に知られてないですよね。なので、そのネット回線っていうのを自前で持ってるとか、あの、まあ、そのイーロン・マスクに、その、なんか、じゃあ中国が攻めてきましたって時、イーロン・マスクが、あの、そういうスタリング貸してくれるか問題とかはありですけど、基本的にはその自前でちゃんとネット回線持ってた方がいいですよって話ですね。はい。 えー、僕は経由技術薬学部出身の名誉静岡県民ですが、静岡県の河勝知事が自然破壊を利用によリニア中央新幹線の工場を措置したのに、一時産業ばかりにして世界ランクをアップしたせいで、唐突な怒られにより、石器を辞職されました。セロに流される自分の気を回るために所持したの石川県と違って偉いのでは、リニア新幹線で生まれる国籍は、庶民や潮県民にあるのでしょうかえっとですね、まず、あの、その自然破壊がどうこうというのは、僕はあれ言い訳だと思っていて、まあ基本的にその自然破壊がどうこうというのを理由のにするのであれば、じゃ そのなんか伊豆辺りとかで起きているあの太陽光パネルを置きまくって、その後、土石流を起きちゃった問題とかってどうなのっていうのもあったりするので。であのじゃあ 水が、大井川の水がなくなるから良くないよね、というのであれば、まあ、そもそもじゃあどれぐらいなくなるか、というのをボーリングで調査をするっていうのが先だと思うんですけど、調査自体も禁止してるんですよね。で、あの JR 東海が確かね、東海電力かなんかの話をしてて、その大井川の水の流入量が減った場合は、その東海電力が持ってる、あの、ダムから放水することで、水の調子量を合わせますよっていう契約もしてるんですよ。 なので、その水が足りなくなったら大変なことになるじゃないかっていう話も、あの、仮に水が減った場合、中部電力かな仮に水が減った場合は、そのダムから、あの、その水もらえますよっていう契約も JR 東海の方でしてるんですよ。なので、その水の問題だったりとか、その自然環境の問題って、実は、あの、もう、ほぼ解決してる問題で、あとはその感情論だったり、そのなんか、とりあえずこれ言っとけば賛同する人多いんじゃねっていうんで、理由として挙げてるっていうんだと思うんですよね。 で、まあ、本質的にはやっぱりその、あの、新幹線の売り上げってめちゃくちゃでかいんですよ。で、それがなくなるんで、さらにその静岡県をその新幹線が通らなくなる、まあ、その多くの人がリニアを使うようになると、新幹線を使ってその静岡を経由する人っていうのが減ってしまうので、それが家だよねっていう、その静岡の在界の人たちにこう言われたことを一生懸命やっているだけの人なんじゃないかなと思ってるんですけど。とはいえ、まあ、やめてしまったので、はい。 ただ僕、その、あの、政治家の人が辞めたときは褒めるべきであるっていうふうに考えてるんですよ。あの、えっと、高齢の政治家が辞めたときにはね。その、結局、あの、政治家って多分気持ちいい職業なんですよ。 あの、年取ってなんか先生って呼ばれたりとか、まあその権力を持ってるのでチヤホヤされたりっていうのがあるので、なのでその辞めた方がかっこいいよねっていう形にすることで、なるべく高齢者の人に辞めていただくっていうのをした方が、要はその社会の空気として、やっぱ後期高齢者が政治家やっちゃダメでしょっていう空気を作ることで、で川勝さんもじゃあその今、今は72とかなんで、あと3年したら後期高齢者なんですよ。 で、まあ、二階さんとかも後期高齢者じゃないですか。だから、後期高齢者は政治家やるの良くないよねと。ただ、みんながみんなが応援してくれるから、俺は政治家やってるんだっていう人に、その応援してくれてる人を裏切ってでもやめるというのが、それが更新に道を譲るという未来に、こう、なんかあの、こう、花開く若者を育てるということなので、やめていただいてありがとうございます。かっこいいよねっていう形にした方が僕はいいと思ってるんですよ。 要はそれが本心としてかっこいいと思ってるかどうかは別にして、あの、社会としてやっぱりその後期高齢者の政治家が辞めるって言った時は、お、ありがとう、かっこいいよねと言って、その華々しく引いていただくという構造にした方が辞めやすいと思うんですよ。 要はその辞めても別に褒められないんだったら、居座った方がいいよね。居座り続けたら、それはずっとお金ももらえるわけだから。なので、居座りやすいんですよ。やっぱり権力がある高齢者の人っていうのは。なので、でもそれでも、こう、ちゃんと引いたということは、それはかっこいいよね、という構造にしなきゃいけないので、あの、儀礼というか、なんだろうな、あの、挨拶をするときに頭を下げるとか、っていうのと同じように、高齢の政治家が自分から辞めるといったときは、あの、おめでとう、ありがとうと言うという、そういうその、 あの美学のようなものを大衆も持つべきではないかなと思ってるんですよね。その、の去り際の美学っていうのを書いてる人なんですけど、これ、去る政治家側の美学の方で、で、去っていく政治家の方には去っていただきたいし、でその去っていく人というのは、大衆はちゃんとそれを褒めるっていうのを、形式でもいいんですけど、そういう形にした方が、もうちょっとその政治家の平均年齢下がるんじゃないかなと思ってます。 で逆にその多くの政治家が去っていくとそのしがみついてる政治家がこいついつ,がいつまでしがみついてるんだろうおかしくねっていうのがやっぱり世論としてできやすいと思うんですよ。 その後期高齢者の政治家が当たり前にいっぱいいるよねってなると他の人もじゃあ俺も辞めねーってなっちゃうのでなのでどんどん辞めてますってなったらあなたもそろそろ辞めた方がいいんじゃないですかっていうふうに家族だったり周りの人に言われるようになるっていうそういう構造をちゃんと作った方がいいんじゃないかなっていうのがその高齢者の自決っていう表現をした人がいたっていうねあくまであの話はその政治家とか経営,その経営者とかのその えっと、まあ、自分で会社作って自分で育てますっていう人はいつまで寝よっていいと思うんですけど、その大企業とかでサラリーマンで、そのなんか誰かが作った会社を引き継ぎましたっていう人が、なんか後期高齢者になってもずっと居続けるっていうのはやっぱり社会のためには良くないと思うので、なのでその権力を持ってる高齢者に対しては、は自分がちゃんともうそろそろ引き時だよねっていうのを決めて、自分で引退していただくっていう自決が大事なんじゃないかなと僕は思ってますけどね。はい。 えー、23歳男。去年、失卒入った会社を2週間で、現在、ウーバーイーツと YouTube で生活。収益は、ウーバーイーツと Yahoo で約40万、えー。現状の毎月の生活費16万、貯金10万、積み立て n i 1 0万、会社に生活が準備だったので、今後 YouTube 伸ばしていかないこの生き方も大事で問題ありますかあ全然いいと思います。ただあ、あえて言うなら、ウーバーイーツやめた方がいいです。あの、うん、ウーバーイーツって、10年間やったとしても、ウーバーイーツを始めて1ヶ月の人と収入ほとんど変わらないんですよ。今その 仕事には、あの、仕事をやり続けることで、その、何らかのプラスのものがずっと溜まっていく仕事と、やり続けてもお金が入るだけで何も増えない仕事も2種類があるんですよ。結構これ、あの、なんか、この2種類すごく大事なんですけど、あんまりこう意識してない人が多いんですけど、要するに例えばその、営業の仕事とかで、その、だんだんじゃ知り合いとか取引先が増えていく仕事っていうのは、その、じゃあ、例えば不動産屋やりました。で、僕が不動産屋やって、じゃあ、いろんなマンションを売りました。 で、いろんなマンションを売った後に僕の手元に残るのは、いろんなマンションを買った金持ちの知り合いが増えるんですよ。 なので、不動産へ辞めたとしても、じゃあその後証券会社に行きましたって言って、証券会社で、その不動産を売った知り合いに、あの、こういうのはあるんですけど、いかがですかっていう営業をするっていう形で、自分のコネだったり、その知り合いだったり、取引先だったり、不動産のじゃあ知識だったりっていうのが、だんだん溜まっていくんですよ。なので、辞めたとしても、ちゃんと自分の中に残るものがあるんですけど、奪いつって、残念ながら残るものないんですよ。 あの、要はその、5年、10年やったとしても、あの、体力のある高校生がウーバーイーツ始めましたって言ったらもう勝てないんですよ <laughs>。なので、その、何か自分にがる、今後につながるものがあるのかどうかっていう基準で仕事を選んだ方がいいと思うので、なので、あの、ウーバーイーツでもそれなりに収入があるっていう状況だとは思うんですけど、YouTube の場合は登録者数だったりとか、ファンだったりっていう形で、その、 まあ、今収入が少なかったとしても、そのファン層をちょっとずつ広げることで、ちょっとずつ収益が増えるっていう構造にはなるので、なので、あの、今その生活が可能というのであれば、ウーバーイツとっととやめて、YouTube にちゃんと注力するとか、まあ、あとはそのウェブサイトを作るとかっていう形で、その、何らかしらその自分に経験だったり、コネだったり、ノウハウだったり、ファンだったり、自分自身に何かが残る仕事っていうのをちゃんと選んだ方がいいんじゃないかなと思いますけど。 えー、土地勘は伸びるとか書いておきますけど、土地勘って大体、あの、1ヶ月ぐらいで把握できるようになります。あの、僕もともとあの、ピザーラで、ピザの配達やつなんですけど、あの、大体もうどの町行っても迷わないんですよ。<laughs> あるいは、その、 そのなんか、まあ今でもその Google マップとかあるから迷いようもないんですけど、Google マップとかない時代でも、まあ住所を聞いてバンチがこうで、で地図上こうだったらここだよね。で迷ったとしてもバンチというのは、そのあの、ちゃんと数字ごとに大きくなるから、何丁目まで行って、でその何番地まで行って、はいこれで2だから次3、4、5で7番地だとこ,こだよねとかっていう、で、あの、たまに飛び地があるよねぐらいで、まあ大体わかるんですよ。 なので、土地勘動向っていうのは、あの、大して役に立つ知識にはならないです。残念ながら。はい。あと、Google 優秀すぎ、まあ。あの、Google マップの方が、あの、一般の人の10年前の知識よりは優秀だったりしますよね。なので、まあ、僕はそのピザ屋時代に、あの、かなり優秀だったんですけど、で、なぜ優秀だったかっていうと、その、信号を使わない道を知っていたからなんですよね。要するに、その、じゃあ、 大通りをまっすぐ行って右折しますって言うと、大通りで右折するときに、ここの大通りで必ず信号があるんですけど、小道を通ってこうやって行くと、要は小道を2回通ると、信号を通らないで行けるよね、みたいなのがあるので、多少早いっていうのるんですけど、でもその多少なんですよ。<laughs> せいぜい1分とか2分とかその程度なので、はい。えっ、ー、と、名誉静、あ、これ読んだやつだ、すいません。 あ、で、そっか、あの、国益の話で、結局その、リニアモーターカーが増えることで、外国人が増えて、外国人が金バンバン落とすよね。で、金バンバン落とすと、その結果、日本が豊かになるよね、って話なので、えっ、ー、と、例えばじゃあ、成田空港っていうのが、あの、国際線、昔は東京で唯一の国際線だったんですよ。 で、外国人が来ようとしても、成田空港って本数が限られていたんですよね。要は、あの、深夜の、あの、離発着というのは成田空港はできません。で、成田の国際線線、ね、確か、あの、滑走路が一本しかないっていう状態で、で、外国人が来たくても来れないよねという状態だったんですよ。 で、羽田が今ようやく国際線できるようになったんですけど、ああいう形でその、リハッチャを減らすという形で、観光客が減ってしまって、結果としてそれで日本の観光収入というのが減ってしまうというのがあったりするので、なので、インフラというのは、その日本全国に、要はその、東京、大阪、あの、なんか京都とかばっかりじゃなくて、大体2回目、3回目に、あの、日本に来た観光客って、地方行きたがるんですよ。要はその、ま、ああの、 まあ大都会っていうのは、大体どこの国行ってもあんま変わんないんですよね。なので、そや、東京見ても、じゃあ、クアラルンプール見ても、なんかビルがいっぱい建ててそんな感じだよね、みたいな。ただ、地方というのは国によってやっぱ文化が違うんですよ。 なので、その地方のじゃあなんかあの、ひなびた温泉に行きたいとか、なんかすごい寂びれたところでなんかあの、こう、道を見たいみたいな人たち、その道の駅的なところでなんかその地域のもののなんか食べたいみたいな需要っていうのが、結構その日本の観光慣れしてる外国人というのには多かったりして、で、そういう人たちっていうのをいかに呼ぶかっていうことで、その地方の活性にも繋がるし、日本全国にそういうお金持ちがいってお金ばバばンバン落とすってことになったりするので、なのであの、インフラに関しては、あの、余裕をなるべく残すという方がいいんじゃないかなと思うんですけども。 新年度の方法ありますかありませんなんなかいつもと声が違う。多分ね、風邪ひいてるんですよ。<laughs> あの、その、えっ、ー、と、その深夜2時から起きて、なんか、出るのサポートとバタバタしてたみたいになってこって、睡眠不足と風邪があの重なったせいで、声が変わってしまったんじゃないかなと思います。はい あと、ま、その、インフラって海外に売れるんですよね。あの、コメントでもあったんですけど、あの、インドネシアで、えっと、新幹線、あの、ま、高速鉄道を作ろうっていうので、で、あの、JR と中国の会社が、あの、その、競り合ったんですけど、結果として中国の会社が、あの、値段が安かったので、中国の会社が採用されたんですけど、で、採用されたもの、未だに繋がってないんですよ <laughs>。 まあ、結局あの、JR の工事の技術とかってめちゃくちゃ高いよねっていうのがあって、で、なので、あの、未だに繋がってないので、あれ日本にした方がよかったんじゃねみたいなのが割とインドネシア代とかであったりして、そう使った新幹線だったと思うんですけど、っていう感じで、そのやっぱ日本の新幹線の技術ってすごいよねっていうところは、割とその他の国ではちゃんと伝わってるので、なので、その新幹線だったり、で、今度はリニアモーターカーもじゃあ日本ではその、 あの、それなりの質の高いリニアモーターカーやってますよとなると、じゃあこれうちの国に出たうがいいよねってなる可能性が高いんですよね。えっ、ー、とね、リニアモーターカーの実用で行くと、確か2001年、2001年とかそれぐらいからもう中国が上海でリニアモーターカー実用化させてるんですよ。なので、あの、そのし、 日本の場合ってまだそのなんかあの山、なんかあのその実験段階で未だにこう実用化されないんですけど、実はリニアモーターカーってすでに実用化されてるんですけど、じゃあその中国のリニアモーターカーが他の国に売れるかっていうと、やっぱり売れないんですよ。で、まあ僕が乗ったのももう20年以上前なので、今は違うかもしれないですけど、あの、乗ってみればわかるんですけど、めちゃくちゃうるさいんですよ <laughs>。要するにその、 早ければ早いほど、騒音とか、そのガタガタ揺れたりというのは多くなるんですけど、それが圧倒的な量になるんですよ。いや、その300キロぐらいまでだったら、別にそこまでうるさいわけじゃないし、そんなに揺れないよね、なんだけど、やっぱね、400キロ超えるとね、めちゃめちゃうるさいし揺れるよね、と。だから、これはやっぱりちょっと、あの、面白いから乗るけど、どうなのっていう。その、あの、その線路と繋がってるわけじゃないので、物理的な接触があるわけではないんですよ。 なので、あの、こう、磁石なのにってあるんですけど、なので、あの、どっかにぶつかってなる音じゃなくて、要は、あの、風に対して、その、要は風というのが空気に対して400キロでぶつかり続けるので、その空気をいかに避けるかっていうことができてなかったんですよ。で、あの、今回、その、JR 東海がやろうとしてるインヤたモーターかっていうのは、ほぼ地下なんですよ。 でほぼ地下ということは、えーとまあ、実際僕、どういう工事をするのか分かんないんですけど、あのイーロン・マスクがあのロサンゼルスの空港で作ろうとしてたやつっていうのが、あの鉄道のようなものを地下に作るんですけど、そこの気圧をめちゃくちゃ下げるっていうのをやろうとしてるんですよ。 空気抵抗をめちゃくちゃ下げてしまえば、それだけその空気の抵抗もないので、あのスムーズにいくことができて、そのエネルギー効率もいいし、あとそもそもその空気にぶつからないので揺れないっていうのがあるので、なのでもしその日本のリニアがそこで空気抵抗をバンバン下げて、まあ地下だから空気抵抗を下げてもわかんないじゃんっていうので、でそこでリニアモーターが500キロで流しますってなると、騒音もないし揺れないしエネルギー効率もいいから、これは便利だよね。 っていうので、じゃあ他の国とかもやろうよってなる可能性が高いんですよ。で、なんでその可能性が高いかっていうと、あの、現状、鉄道を作れるような場所っていうところが、世界中もうそんなにないんですよ。いや、その鉄道が必要な場所というのは人口の多い場所ですで。人口の多い場所というのは、今更家ぶっ壊して、 列その線路引くとかできないじゃないですか。そのなんか昔の中国だから、だったらそのお前の家ぶっ壊すわって言って線路バーンとかできるんですけど、他の先進国ってやっぱり人の家ぶっ壊して線路とか作れないじゃないですか。そのなんか所有権みたいな問題があったりするので、なのでめちゃめちゃ深い地下にそのあのハイパーチューブ的なものを作ってそこに高速鉄道を通すというのが、実はその土地収容の問題とかも含めて効率がいいよねっていうのは割とみんな思ってはいるんですよ。 でただそこをちゃんと実用化させた国というのがまだないんですよね。みんなその実験段階で。で、確かね、イーロン・マスクもね、掘ってはいるんですよ、トンネル。なので、その効率のいい地下トンネルで、その、あの、まあ、あの、 イーロンマスクやってたやつは車を通すみたいなのも言ってたんですけど、車じゃなくてそのレシ、そのリニアモーターカーでコストが低い形で、で、エコなものができますよってなると、それは良いよねってヨーロッパとかってなる可能性があるので、なのでその技術はちゃんと発展させた方がいいんじゃないかなと僕は思っています。はい。 えー、大学で必須だと法律の授業を受けてから法律が怖くなり嫌いになりました、もう法律の授業ありません、えー、車の運転さえ法律が変わるので車付きはいいです、会社員で法律を覚えさせられる職種ありますか、法律に関わらず住む職種の見分け方を教えてください、頭を使わない仕事です。 なんかその、じゃあ荷物を運ぶ仕事ですとかでも、じゃあ荷物が壊れてしまった場合は、それは誰の責任ですかっていうのが約款で決まっていて、で、約款ってなんで決まってんのっていうと、割とそこのじゃあ、あの、運輸省、今の国土交通省とかが、あの、承認したもので決まってますとか、じゃあその揉めた場合どうなるのっていうと法律で決まりますとかっていうのがあったりするので、ので厳密に法律に関わらない っていうのはなかなか難しいので、なので、あの、自分が関わらなくて済むっていう形で、あの、やりたいことだけやって、他の人にめんどくさいことを頼むっていう形の方が仕事はしやすいんじゃないかなと思いますけどね。なので、あの、漫画家の先生とかだと、あの、めんどくさいことを出版社に任せて、あの、漫画書くだけで済むようにするみたいなやり方もあったりするので、なので、クリエイティブ系の方が楽なんじゃないかなと思いますけども。 えー、こんばんは、最近、SNS で被害が出てる有名人詐欺広告、あれを訴えても海外 SNS はガムししてるんで罰せられないですよね。なのに、ちゃんで、ひろゆきさんが文句言われる、夫に決まらないと思うんですが、結くみんなずれています。言いやすい方だけってひろゆきさんに文句言うなら、あっちも閉まってほしいです。そんなあの日本人は、外国人がやらかすことには許すけど、日本人がやらかすことは許さないっていう。なので、あのオバマ大統領とかって、大麻吸ったって言ってるんですよね。 <laughs> でも、日本のタレントで大麻吸いましたって言うと、多分もう干されて終わるんですよね。で、ロバート・ダムニー・ジュニアとかも、あの、覚醒剤じゃないか、あの、コカインとか大麻やってましたって言っても、何の問題もなくハリウッドスターとして扱われるみたいなのがあって、で、レディ・ー・ガガとかもステージで大麻吸ってましたよね。<laughs> <laughs> なので、あの、外国人がやるする許されるんですけど、日本人がタイマーっていうと、例えばじゃあ、その、あの、今コメントで書きますけど、田中幸喜さんとか、おしょうまだぶさんとかって、あの、タイマー吸ってたタレントいますけど、やっぱり日本だったらもうなかったことにされちゃうじゃないですか。なので、あの、日本人がやるのは許さん。でも外国人ならいいっていう、そういう文化なんじゃないかなと思いますね。 えー、自民党問題だが、かといって他政党に任せるともならない日本、AI が政治する発想は厳しいですかはい。あの、結局法律を作るのは国会議員なので、AI が政治をするという法律を今の政治家がすることは100%ないです。だってそうしたら自分の仕事なくなっちゃうの。<laughs> 要は、あの、日本の場合って、あの、政治家でもない政治屋さんが多いんですよ。要はその職業政治屋さんで、まあ、国会議員になると大体にえっ、ー、と、3000人 あれ歳費が2000万円だっけんで、なんか文書交通費みたいなのが毎月100万円ぐらいあって、で、あと公費で、あの、秘書が雇えるのが3人までだっけとかで、なんか4000万だか5000万だかなんかそれぐらいのお金が自由に使えるようになるんですけど、で、それって、あの、世界で行くとトップ2ぐらいなんですよ。あの、国会議員給料高いランキングで行くと。 っていうのがあったりするので、やっぱり、あの、それやめたくないよねってなっちゃうんですよね。で、さらに、その、あの、まあ、その、自民党で何らかしらの権限持っちゃうと、じゃあそこで、なんか、あの、じゃあここのなんか、あの、許認可権限持ってますなると、じゃあ寄付とか、なんか、あの、こう、いろいろなパーティー権とか買ってくれたりっていうのがあったりして、やっぱりそれなりに儲かるんですよ。 なので政治家やめたくないよねっていうのが割と政治屋さんっていうのはまあ思いがちなので、なので自分たち政治屋さんがいかに首にならないかっていう構造で物事を作ろうとするんですよね。なので、例えばその政治家の定数を減らそうとか、政治家の給料を減らそうみたいなのってほぼ通らないんですよ <laughs>。要は自分たちの首締めたくないから、は。い えー、大谷翔平さんの口座が6、8 0万なくなるというのは庶民年収300万からするといくらがなくなるかどうでしょうか大谷翔平さんって年収10億円ぐらいで、年収10億円で多分税金で半分ぐらい持ってかれると思うので、そうすると年間5億円ぐらいの収入かななので、あの、6億なくなるとすると年収以上なくなってるので、そうすると庶民300万にするとしたら庶民の口座から5、600万なくなったぐらいの勢いなんじゃないですかね。 えー、さんこんばんは、ユーチューブのモックンチャレンジがパリの次はウガンダに行くと言い,いたしました。金もないし、現在滞在中に寝ている間直接行くので予防接種なんて疑い的にま言ってますが心配です。黄熱病の予防接種は証明書を取っておいた方がいいというのは調べたので、教えておくと思うんですが、ヒロシさん、アフリカ旅の前に何を予防接種から旅に出ましたか。黄、え、熱、っと、病、狂犬病、あと肝炎と、あとなんかね、まあ、10本ぐらい打ったんですよ。 で、あの、予防接種って一回打って終わりではなくて、あの、一回打った後に3ヶ月にもう一回打ってくださいとかっていうので、全部打ち終わるのに半年ぐらいかかるんですよね。で、あの、まり、マラリアに関しては、あの、マラリアの予防接種というのは、無意味であるという説と、役に立つという説が2つあって、一応あの、日本はマラリアの予防接種って役に立たないんじゃねえっていう説が強いんですよね。はい。 なんかあの、知り合いがマラリアの予防接種って3回マラリアにかかりましたって言ってて <laughs>。ま、やっぱそんなもんだよね、みたいな。なので、あの、マラリアは予防接種というよりは、あの、薬を飲んだほうがいいっす。あの、ちょ、マラリアをあの、防ぐ薬があるので、あの、それをちゃんと飲んでる限りは、あの、よほど蚊に刺されない限りは大丈夫。 なので、まああのその、頭のおかしな人が頭のおかしなチャレンジをして、あの自業自得になるのはいいんですけど、子どもたちが真似するのはよくないので、予防接種はちゃんと受けた方がいいんじゃないかなと思いますけど。 えっと、小橋製薬の便利工事で製薬業界が混乱する中、製品を価学分析しても、プベルさんなど日本で論文が数本しかない加工図ばかりで原因特定できないようです。理由は単純で政府が他のも給付金も削減した結果、優秀な力益が少ない給付所から医者が海外に流れたので予算切れないマイナー権限が出たかねえからです。え、利を入れ、礼グした月は今後来るでしょうかうんとですね。まあ僕、西野さんが犯人かなと思ってたんですけどね。で、あの、そもそも論、あの、 発酵するようなものをあの一般大衆に使わせるというのをどうなのという問題になってしまうと思うんですよ。あの結局、細菌だったりじゃあ酵母だったりというのがその何らかしらの,その発酵をすることで成分が変わるというのってあのランダム要素がかなり大きいんですよね。要するにじゃあ例えば、えーとじゃあ 普通にじゃあ日本酒を作る工房ですっていうのが <laughs> あの、すみません。西野さんって誰っていうのが来たんで、どちらの西野さん <laughs> 西野さんはね、あのね、えーと、昔キングコングっていうのをやってたんですけど、その煙突街のプペルさんっていうね、映画を作ってたので、あの人が犯人なんじゃないかなと思うんですけど、はい。まあ置いといて、 で、結局その、じゃああの、日本酒を作りますっていうので、酵母ですっていうので、で、その酵母が、じゃあその日本酒を作るために、米を一生懸命その、醸して発酵しますっていう時に、そこの酵母が突然変異をしない可能性ってゼロなんですよ。要は、あの、まあ、 よほどそのなんかあの完全にコントロールした環境であれば別ですけど、基本的にはその酵母だったり細菌だったりというのはどんどん変異をしていくんですよ。で、変異をする中で、その大体の変異は死ぬんですけど、たまにその変異の中でなんか毒性の物質を作ってしまうは変成をする変異というのの可能性はゼロではないんですよ。で、これってその細菌を使うもので必ず起こることなんですよ。要はその まあ、なんのよその細菌が、生の細菌が生きてますってなると、その生きてる中でいろいろなものをじゃあその発酵させます。で、その中で細菌がこう増殖していって、増殖の時には分裂していって、で、分裂する時にはやっぱりその遺伝子的なものが、何らかしら変化が起きて、その同一のものにならない。で、同一のものにならなかったら、結果変異が起きて、で、大抵の変異はすぐ死ぬんですけど、で、そうじゃない形で生き残った変異が、さらに変な毒物作るよねっていう可能性が、ゼロじゃないんですよ。ほとんど起きないんですよね。 であのほとんど起きないもの、例えばじゃあ日本酒でなぜ起きないかっていうと、あの、日本酒の場合って、あの、最近全部死ぬんですよ。<laughs> まあ結局あの、その糖を使う、あのその日,本あの日本酒の場合だと、そのお米の中に入ってる糖を使って、どんどん糖をアルコールに分解していくんですけど、アルコールに分解して結果、アルコールで死んじゃうんですよ、酵母。 なので基本全滅するんですよ。なので,で、変な細菌とかも大体全滅しちゃうので、なのでその変な細菌が変異して増え続けて毒性のものを作る前に大体アルコールで死んじゃうんですよ。で、味噌とか醤油とかやっぱ塩分が高いものも、まあ変なものがいたとしても大体死ぬんですよ。なので、あの、基本的にその昔ながら食われてるものというのは多少の変異をしたとしても大体死なない。 で、納豆菌とか異常に強い細菌の場合は、納豆菌以外を絶滅させるんですよ。なので、あの、納豆菌がいると、その、なんか大体その、なんかチーズ作ってるところに納豆菌入れると、あの、チーズ大体死んじゃうんですよ。納豆菌強すぎて。なので、納豆を作ってますって言えば、納豆菌強すぎるので、他の細菌が多少変性したとしても納豆菌が強いので、結局勝ってしまうっていうのがあって、なので、その、昔ながら食われてるような発酵食品というのは、 その変異が起きたとしても大丈夫なような構造があったゆえに大丈夫なんですよ。ただ、その、今の現代って、そのアルコールを作るようなものじゃなくて、じゃあ、その、麹そのまま食べるっていうのが、要は紅麹もそうなんですけど、麹そのまま食べるようになっちゃうと、麹が変成してどんどん増えたとして、でそれをそのまま食べたら、やべえ麹がいたとしても、それを殺す構造がないよねって話なんですよね。 なので、その、本来じゃ、その、の本来っていうか、まあ、味噌だったりとか、その、日本酒だったりに使う麹っていうのは、最後みんな麹死んじゃうので、なので変なもの増えても大丈夫だよねっていう、その、フェールセーフの仕組みがあったんですけど、その、今、技術が進みすぎちゃったせいで、その、麹そのまま食えるじゃんっていうので、で、あの、品質管理とかって言い出す人がいるんですけど、品質管理が不可能なんですよ <laughs>。今、その、品質管理をするのであれば、 すべての細菌を調べて、その変性だったり、そのあの、要はあの、その分裂の中で、あの、そのなんか特殊変異をしてないというのを確認するためには、すべての細菌をチェックしなきゃいけないんですよ。で、すべての細菌を毎回毎回チェックしてたら、とてもじゃないけど、コストに合わないんですよ。で、で、多くの特殊変異は無害なんですよ。多分99.99% 99ぐらい無害なんですよ。 で、要は、変異が起きたらまずいよねってなると、ほぼ変異は起きます。でも、ほぼ変異は起きるけど、ほぼ無害なんですよ。なので、これは管理はなかなか難しいよね、という状況なので、本質的に、その、フェールセーフのない発酵食品を食べるというのは、僕はがやめた方がいいと思うんですよ。で、あの、イタリアで、あの、人によっては世界一美味しいと言われてるチーズがあるんですけど、 あの、違法なんですよ。で、そのチーズがなんで違法かっていうと、まあ、その、チーズって、あの、柔らかいチーズが美味しいという派閥がいますと。なので、あの、カビとかで腐らせたりするんですけど、で、さらにその、じゃあなんでそのチーズが美味しいかっていうと、その牛乳のアミノ酸を、そのいろんな細菌が分解することによって、アミノ酸のその、あの、味わいがそのままわかるようになるよねっていうので、美味しいよねというのが、割と美味しいチーズの、 まああの構造上の理由なんですけどおいしいチーズをさらに細かく分解するにはどうすればいいかおいしいチーズを他の生き物に食べさせてでその生き物が分解してでそれを排出したものを食べたらさらにアミノ酸が細かくなってるからおいしいじゃないかというのであの。 えと、羽が生えてる昆虫の幼虫をチーズにつけることで、その幼虫がチーズを食べ続けることで、 硬い、その、ハードチーズが、その昆虫が食べた排出物により柔らかくなり、そもそも硬い、その、ハードチーズが柔らかく美味しく、下につけたとしても、アミノ酸の味わ合いが感じられるという、チーズというのが、あの、めちゃくちゃ美味しいと言われてるんですけど、で、まあ、要するに、あの、ググればわかると思うんですけど、あの、うじが食ったチーズっていうのがあるんですよ。 要はあの、チーズができた後に、あの、ハエをたからせて、で、ハエたからせると、ハエがこう、ウジムシの卵を産んで、で、生まれたウジムシがそのチーズをバンバン食っていくるんですよ。で、そのチーズを食って、チーズを消化して、そのウジムシがうんこを出すんですけど、そのうんこは、チーズを食ってできたうんこだから、チーズじゃないかと。なので、あの、チーズを食べて出てくるものはチーズでしょ だから、あくまでそれはウジ虫のうんこではなく、チーズであるっていう定義により、あの、チーズとして販売しようとしているんですけど、イタリアで、いや,いやそれさすがにまずいでしょって言って違法になってるんですけど、でも、あの、それなりに販売されていて、それなりに美味しいって言われてるんですよ。はい。ウジの肉なんかよ。 水、水の、あ、そうですね。あの、ミミズに土を食べさせることで、その土が細かくなって、循環して、あの、いい土になるっていう。なので、あの、いい畑はちゃんとミミズがいるっていうので、そのミミズのいる畑をきちんと作るべきだよねっていうのがあって、なので、あの、割とその、有機の方をやってる、あの、農家の植物の方が結構よく育つっていうのは、あの、5年ぐらいだったと、またあの、農薬が残ってるので、そんな有機の方の土でもそんなにいいものが育ったないんですけど、 あの5年10年有機農法を続けると、その肥料を入れなかったとしても、その土自体を まあ土って本来その石とか岩とか砂の塊なんですけど、でそれをミミズがあの食べて分解してさらに細かくするのと、あとそのミ,ミズがそれなりにそのあの有機肥料的なものを混ぜた運行するので、結果として植物があのそこら辺のその土に入っている成分というのを吸収しやすくするっていうのがあって、なんでその有機の方ってあのいきなり1年目やった場合ってそのミ,ミズがいないので全然美味しい植物作れないんですけど、5年10年経つと結構美味しい植物が作れるよねっていうのもそのミ,ミズをちゃんと育てるかどうかだったりするので。なのであのミ,ミズだったりウジ虫だったり たりっていうのは割とその、あの植物だったり食べ物だったりの上では結構こう、あの意味があるよねっていう話なんですけど。なので、あの何の話したんだっけ <laughs> なのであの。そう、だから、ウジ虫でも美味しいという人がいるよねっていう話かな。何の話でこの話じゃなく、おじさんだけど、はい。なので、あの、こう、プペルさんに関して、あの僕、僕西野さんが犯人なんじゃないかなと思ってます。はい えー、ひろゆきさんのハワーンティッシュについてコメントが先ほておきました。えー、目の前のことに集中視聴者に隙を与えないように怖がっているので、ゴミを気にかけてる暇はないようだないかと思いました。ので、ね、画面下の見えないところで、こう、ドかの可か愛い,いペンギンロボットがペコ,ペコペコで一生懸命ティッシュをかけみつけると考えたら可愛いようだないかと思いました。えっとですね、あの、僕、その、鼻を噛んだものをここに置いとくんですけど、で、その後、あの、なぜゴミ箱ではなく、そこに置いとくかっていうと、あの、僕結構再利用するんですよ。要はあの、鼻噛んだティッシュもほっといて乾いたらもう一回使えるじゃないですか。 なので、あの、たまにこっち側に置いてあるんですよ。で、今ここに置いてあるティッシュって、あの、再利用してるティッシュなんですよ。<laughs> あの、ドラえもんでそういう話があったと思うんですけど、はい。あの、まあ、汚いって言ったら、だって僕から出てる成分だからね。だから、要はその、他の人が使ったものだったら嫌ですよ、僕も。ただ、僕からできてる成分だから、僕はあんまり汚いと思わないんですよ。なので、あの、ここに戻すんですけど、で、戻さないことがあって怒られるという話で、はい。 これでも同じ人いると思うんだけど、これ資源は大切にねっていうえ。エコですよ、エコ。ほら、同じ人いるじゃん。あだから床に置いたのも,もうあのテーブルの上に戻して、あとで使いますよ、はいいや。衛生的には何の問題もないんじゃないかな。あの基本的には,そのあのは鼻水に入っている菌はあの水分がなくなった時点でほぼ死滅します。なので、あんまり気にしなくていいんじゃないかなと。 で、あの、自分を清潔さというかえっと、僕から出たものだから、僕に戻ってくるだけでしょ。<laughs> まあ、西野さんの菌がね、増えるかもしれないですけどね。だ数時間自分の鼻水が吸せいだけで、で、乾けば紙じゃんっていう。<laughs> ティッシュ発酵しないと思うんだよね。発酵したら、そうそう、わかる人いるでしょう。あ、だからその、お風呂に入った時の体を拭いたタオルを再利用する人とかいるじゃないですか。武井壮さんとか。 だからその、本来であれば、体についたその体液のもの汚いというのであれば、タオルは毎日買えましょう。タオルは毎日洗いましょうのはずなんですよ。で、なんでタオルは何度も使うのにティッシュ使わないのっていう話でさえ。はい、<laughs> うんこはいけねえよ。<laughs> うんこの話は、またちくわぶか。<laughs> なんだろうな。いや、僕ね、テキストだけで、あの、今度クリックして、こう、適当に喋る癖があるんですけど、 ちくはぶさんのものをクリックする率が高いんですよね。なんでだろうな。はい、すみません。はい、すみません。えー、日本で同性婚が認められたら少子化対策になると思いますか思いません。<laughs> 子供生まれないでしょう、同性の人は。はい。いや、だ僕、基本的にエコなんで、あの、はい。あ、タオル毎日洗濯する人は僕を責めてもいいです。 タオルを毎日洗濯して、シーツも毎日買い替えて、あの、その、あの洗、洗ってかか、あの、敷き直して、で、枕カバーも毎日変えてますという人が、僕を汚いって言うんだったら、確かにそうですね、と思うんですけど、お前らタオル変えてねえじゃん。で、別に枕カバーも変えてねえじゃんっていうので、なのでなんか、え、なんでその鼻髪だけ嫌がるのってのがよくわかんないんですよ、ね。なので、はい。皆さんも、あの、ティッシュ再利用するといいんじゃないかなと思います。 えー、自分はエヴァが超好きなんですが、英樹さんエヴァをどう評価してますかここは一個はダメみたいな、部分個人的な思い出が遠かあったら教えてください。いや、最初のテレビ放映だけじゃないよかったな。 あの、まあ、後のやつもそれなりには面白いんですけど、やっぱり最初のテレビ放映のが、その、安野さんが、なんか、途中まではすごく自分で作りたいものを作っていて、で、あの、後先考えないので、後は破綻してるんですけど、でも僕は最初のテレビ放映のが一番良かったというか、後のやつは別に見ても見なくても別にいいんじゃねえかなっていう気がしちゃってます。はい。 いや、でもね、あの、漫画とかを破綻するのよくないっていう人結構多いんですけど、僕はあの、破綻し,してる漫画とか面白いと思う派なんですよ。あの、浦沢直樹さんのモンスターっていう、あの、元々の友達の中の誰かが、その世界を壊そうとしてる悪い奴になってる。 でも、あの友達は誰なんだろうっていうので、そのずっとストーリーが続くんですけど、あの、ちょっとネタバレしますよ。あの、ネタバレ嫌だった人は、あの、こ,こうするまで待ってくださいね。で、結果として、あの、仲間のうちを誰かのはずなんだって言って、最、最後の方に行くと、あの、お前誰やねんってやつが出てくるんですよ。<laughs> いや、仲間も何も、お前、こいついなかったじゃんいたこんなのみたいな。え、仲間うちの誰かじゃないじゃんっていうので、要はその、 あの、人狼とかって、その村の中に人狼がいるから誰だろうっていう、そのミステリーの良さがあるのに、いやいや、村人じゃなかったよ、そいつってやつが、押す、俺本当は村人でしたっててきても、それ違うでしょあんた誰っていうのが、あの、あるので、なのでその、モンスターを、その、妥作だっていう人もいるんですけど、ただ、その、妥作だと分かるまでの間はすごく面白いんですよ。 いや、そのうちはダメでしょってなるんですけど、でも、そのうちになるまでの間は面白いんですよ。なので、その、作品は、その、最後まで行って、確かに最後まで面白かったよね、もあるんですけど、あ、ごめんごめん、モンスターじゃねえや、20世紀少年だ、すいません、20世紀少年です。はい。なので、その、途中までワクワクを作るというだけで、僕は十分だと思ってるのですごくワクワクできて、途中面白かったよねというだけでいいんじゃないかなっていう、そドラゴンヘッドもそうですね。 あのドラゴンヘッドっていうあの災害にあって新幹線の中をずっと歩いていくみたいな話があるんですけどやっぱねあ,ああいうそのなんかあのその世紀末物では割とそのなんか終盤の回収ができてない漫画も結構あるんですけどただ終盤の回収できてなかったとしてもまあそれまで面白かったら別にいいんじゃないかなっていうね「進撃の巨人」もそうなんですよ最後の方なんかねまああのきちんと回収できてはいるんですよ「進撃の巨人」か。回収はできてるんだけど うん、なんか、そういうめんどくさい話とか別にいいわっていう <laughs> 今。今進撃の巨人ってなんか圧倒的な力を持つ巨人に、その人類がこう、両直されていって、こんなん勝てるわけねえよっていうところで面白かったのに、なんか、進撃の巨人最後の政治的な話とか、人とはみたいな、なんか、ああ、そういう大人の話で終わるのみたいな。なんかちょっと微妙。はい。いや、いいんですよ。あの、それが好きっていうのがいれば、はい。 きれいに回収していいっていうのでいくと、あのガンムっていうのも割と僕、最後はきれいに回収していいと思うんですね。はい、なので、まあ,あの、そう、寄生獣はね、きちんと終わるんですよ。なので、あの寄生獣いいですよね。<laughs> 全然関係ないですけど、あの子供の頃の僕にその、お前、寄生獣と同じベッドで寝るぞって言ったら、多分何言ってんだって思うと思うんですけど、うん 僕あの、寄生虫と同じベッドで寝たことあるんですよ。<laughs> えー、自分はエヴァが超好きなのですが、<laughs> ひろゆきさん、エヴァをどう評価してますか <laughs> アルコレールが好ですかはい えこんにちは僕の知り合いが生活保護を受けたいらしくて、でも、友達の家に移居候をしていて、住所も友達の家に置いていて、申請取らないじゃないかと言ってます。一人暮らしをするお金も、引っ越しするお金もありません。どうしたらいいですかそれとあの生活保護を受けたいのであれば、NPO 的なところであの、まあ、女性センターとかでもあるんですけど、その住所貸してくれますよみたいな NPO にあの住むとこ目ーっすっていうと、じゃあ、住所貸してくれて生活保護しやすくなるっていうのがあります。はい 話だいぶ飛ばしましたね。はい。そう、オトタクシーはね、良いですよ。あの、ちゃんと、あの、最後の最後にきちんといろいろ回収されるっていう。その、あの、オトタクシーっていう、えっ、ー、と、テレビ東京かなんかで、あの、出たアニメなんですけど、あの、主人公が、あの、おっさんの背打ち っていう。え、誰が見んのっていう。あ、では、主人公がうさぎさんですとか、狼さんですとかっていう、なんかあの、わかりやすくかっこいいキャラだったら、まあまあ理解可能なんですけど、おっさんの声優置で職業はタクシー運転手っていう、<laughs> あの、これ何が面白いと思って人は見るのっていう、<laughs> あの、面白そうなところが一切ないんですよ。 でその話なんですけど、ただあの、あの瀬戸内海っていう漫画を書いていたあの方が脚本をやっていて、あの最後の最後でいろいろ回収されるんですよ、伏線が。 で、要は一幕完結ものの、なんかおっさんのタクシーで、なんかお客さんをそう連れてくっていう人情ものかと思いきや、どんどんストーリーが繋がっていって、あ、最後にこういうことなのねっていうところで繋がるって面白さがあるので、あの、トタクシーは最後まで見ると面白いんですけど、途中まで見ると、誰がこれ見るのっていう <laughs>。あの、最後にその声優地の意味というか、まあ、その一応なんかなぜそうなのかっていうのが、あの、回収されるんですよ。 なので、あの、最後まで見るとめちゃくちゃ面白いんですけど、あの、二三で見ると、あの、生于忧のタクシードライバーってすごく面白くない話になります。で、一応、あの、さっきの、あの、寄生獣の話なんですけど、あの、寄生獣をやっていて、あの、頭がこう、ピキピピキって分かれた、あの、東出正宏さんっていう人が、あの、一緒にこう、旅をしたことがあって、なので、あの、同じベッドに寝てる横の人が寄生獣だったってことがあったっていう自慢です。 あ、これ読んだよね、すみません。はい、東大理算生のベテランチの印象、感想を聞かせてください。あれベテランチさんって芸人さんだっけ僕、あの、本当に人の,あの名前とか覚えられないから、結構こういうの聞かれると困るんですよね。なんで困るかっていうと、あの、会ったことある人とかで、ね、も僕覚えてらんないんですよ。なので、なんか、字面は聞いたことあるからあ、あれ知り合いなのかなと思ったけど、あの、誰のことだか思い出せてないっていう。はい、すみません。 大学生です。JAL の子会社、各国内線のみジェット旅客運用会社からパイロットを泣いてもらいました。あおめでとうございます。映画とかでパイロット不要説もありますが、これからの仕事でパイロットってあれだと思いますが、全然あれだと思います。あの、パイロット不要説って言う人はいるんですけど、パイロットがいなくなることはかけてもいいです100%ありません。あの、結局その不足の事態というのは必ず起きます。 で、不測の事態が起きたときに、じゃあその乗客の安全を誰が責任を持って確保するのかっていうので、そのパイロットの仕事はどんどん楽になると思うんですよ。まあ、そ,の着その着陸取り陸以外はまあ基本的にはパイロットもそんなやることないよね、なんですけど、なんでどんどん楽になっていくと思うんですけど、何か起きたときにパイロットってやっぱ重要なんですよ。あの、ハドソン川に着陸した、あの、えっ、ー、と、あの、フォレストガンプのおっさんの話があるんですけど、 あのフォレストガンプのおっさんだったりとかあの、無人島に派遣されてるおっさんだったりとか、あのなんか空港であの閉じ込められてずっと生き続けてるおっさんだったりする、名前、トム・ハンクス。あのトム・ハンクスが主演の,あのパイロットがその空港までたどり着くことができないので、あの無理やりこう後ろに戻って川に着陸するっていう映画があって、まあ、これ実話なんですけど、 で、あれもただトムハンクスお前アルチューだったやんとか言われてるんですけど、実際でも、あの、計算上、川に戻らなかったら次の空港までやっぱり燃料足りなくて、川に着陸したのが正解だったよね、ということになったんですけど、あれ人間じゃないと、もう川に着陸しようなんて選択肢は思いつかないんですよ。要はその、はい、はい、空港、たどり着きません。たどり着くかどうかわかりませんの時に、 でももう選択しないからベストを尽くしましょうが AI で。でもよし、川に降りよう <laughs> いや、川だよ空港でも何でもないんだよ。道路とかでもないんだよ。川だよ <laughs> に、俺川行くわっていう、あそこの賭けができるっていうのはやっぱ人間の強さだと思うんですよね。なのでその AI というのは基本的には最適解を出すんですよ。で、最適解を出すということは川に着陸するという可能性はゼロなんですよ。 その過去に安全な着陸をしたものはどういうものですかっていうのを調べて、その結果一番安全な着陸方法というのを AI というのは出してしまいますと。なので、あるとしたら多分高速道路に着陸とかなんですよね。でもあの状態で、いや、これ川だろっていうに、はに、要は道路の場合だったら高速道路を封鎖することができなかったら、やっぱりそこで車とかバンバン跳ねて何人も死んじゃうんですよ。 でも、誰も殺さないで着陸できるんだったら、川じゃねえ。もちろん海があったら海でもいいんですよね。なので、海がない状態で、じゃあどうするっていうので、AI にか、まあ、判断させると、多分川にあ、その道路に行ってしまうか、無理やり空港に行こうとして失敗してしまうか、もしくは牧場かになるんですけど、そこを、これ川だわっていうのは、やっぱりその人間の頭の悪さなんですよ。<laughs> 要はその過去の事例がなかったとしても、俺はできると信じられるかどうかの能力っていう。 要は AI というのは基本的にはそのデータで判断するので、その過去にこういうデータがありました。だからこれは正しいです。っていうところで、あの、アルゴリズム的に組むんですけど、でもそうじゃなくて、俺ならいける。でもそれは他の人の真似したらできないですよ。なので、その人が俺はいけるって信じられるかどうかっていうのが僕はパイロットの能力なんじゃないかなと思ってるので、なので僕は基本的にパイロットが人間的にちょっくせやろうね。酒飲んででもいいと思ってるんですよ。最後の最後で自分自身を信じていけると思える人がパイロットやってくれれば。はい。 えー、フォロワーそそうそうだからねあの日本の着陸のやつであのブレーキが効かなくなってあの飛行機横にした人がいるんですよね。要はその車とかであのブレーキしてキキーって言ってあのこう横に回ってこうズルズルズルって止まるってあるじゃないですか。要はそのブレーキをすることでドリフトして止まるっていう。であの飛行機で「あ俺ブレーキ効かねえわ」っていうのが分かって。 あの、こう着陸した後に無理やり横に向けて、ズル,ズルズルスルスルってやって着陸したっていう、ドリフトで着陸した人っていうのが日本のパイロットでいるんですよね。だからね、もともとそのグライダーかなんか乗ってる人で、で、まあ、もちろんあの飛行機ぶっ壊れたんだけど、でもそれでもあの生き残った人がいるっていうので、で、本来あんな着陸をその旅客機でやったやつ誰もいないんですよ。<laughs> だって、そんなことできると思ってないし、作り方とかでやっぱそんな作り方してないから、でも、 要は、この速度で、こう入った時に横になって、で、こう上げとけば、まあ、ドリフトするよね、と。っていうところで、ドリフトさせて、バレ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 って言って止まるっていうのも、日本のパイロットやってるんですよ。なので、その、誰かがやったとかじゃなくて、まあ、こういうのだったら、俺ならできるよね。で、ここでやれるんだったら、このタイミングでこういうのだよね、っていうところで、あの、人生に一世一代の賭けをして、勝つっていうのは、 やっぱり人間ができることなんじゃないかなと僕は思うんですけど。いや多分ね、その、グライダーとか何度も乗ってる人だと、その、これぐらいの重量で、これぐらいの速度で行ったときは、その、制動に、横向きになったときにどれぐらいの距離があれば制動できるとかっていう、多分計算が立ってると思うんですよね。その人の頭の中で。でもそれはやっぱりその、何度も飛んでる人しかわかんない問題で、あの、 えっと、電車で GO っていうゲームが出たときに、あの、それをその鉄道の運転手にやらせた話っていうのが僕結構好きで、あの、電車で GO っていうゲームが、あの、ちょっと前に流行ったんですけど、山手線とかで、こう、あの、その山手線のその映像をそのまま使って運転するゲームっていうのがあったんですけど、で、で、それをやった運転手が言ったのが、軽いって言ったんですよ。 要はそのあの電車、多分撮影したときに、早朝で撮影したんだと思うんですよね。で、そこの早朝のエンジン負荷で撮影したんだと思うんですけど、ただ、本来、山手線ってお客さんがいっぱい乗ってるんで、ドーンってあのエンジンを最高出力にしたとしても、動き始めるまで時間がかかるんですよ、要はめちゃくちゃ重いから。 でも、その、早朝で人がいない時間とかに撮影しちゃうと、これぐらいの出力だったら、これぐらい前出ちゃうよねっていうのが、朝はそうなんですよ。でも、昼とかになると、やっぱりそこ違うんですよ。この時間だとお客さんがいっぱい乗ってるから、この出力だったらこんな速さで前出ないよねっていうのは、その運転手さんの感覚でわかることなんですよ。いや、その、重たさの感覚っていうのが、でもその、 自転、自動車乗る人とかでも、後部座席に2人乗ってると、やっぱりスタートの時のその前の沈み方とか、加速する時の加速の仕方とか、やっぱ違うっていうのが感覚論でわかるんですよ。で、それがなんかその何キロの人が乗ったから、なんかどれぐらい遅れるとかっていう計算式じゃなくて、体感で、あ、これなんか重いの乗ってるよねとか、これぐらい乗ってるんだったら、これぐらいの強さで押さないと最初出ないよね、みたいな。 そこら辺のその経験による感性というのが割とその人間は結構その能力値として高いんですよ。で、その能力の高さってあんまりその、その数値化されないんですけど、例えばその、えっと、車をバックで駐車場に入れるみたいなのって、あの、できない人結構多いんですけど、で、それもその自分の体ではない、そのなんか、 1>, ななんまあ、1トン2トンするような車のさらになんか2メートル先の車の後ろを自分の体のようにコントロールするみたいなのを割と日本人結構やるんですよ。でそれって本来自分の体だったらコントロールできるんですけどその自分の体でもないのにこれ以上行ったらぶつかるよねここら辺だったら50センチぐらいかなみたいな謎の感覚というのを人間って結構能力として持ってるんですよ。 で、自分の体を動かすというのは動物はどんな動物でもできるんですけど、その自分の体でもない、その自動車だったり飛行機だったりというのを、その自分の体の一部かのような感覚として認識できるんですよ。 ではその車のサイズがこれだから、こう曲がったらここぶつかるけど、この、ここで切ればぶつかんないよね、みたいな。自分の体でもないものを、あたかも自分の体で、しかもそこ見えてないよね、お前みたいな。なぜかそのトラックの後ろの方とかっていう、見えてるはずないところをこう、この感覚でここで切れば大丈夫、みたいなのが判断できるというのが、あの人間のその特殊能力だったりするので、そこは割と重要なんじゃないかなと僕は思ってますよ、はい。 えっと、フォロワーの1000人を TikTok で店舗集客がかなりできるようになりました。TikTok のみではマネタイズができないので、サブスク製の動画配信、各個1000以下で動画見放題、副業で始めたいと思いますが、どうどうでしょうかエビデンス経験動画を掛け合わせた内容で考えています。それとファンサービスにした方がいいです。あの、結局その、あの、少人数しか見ないので、あの、なるべく高くして、少人数から金を取るっていうモデルじゃないと成立しないので、ファンサービスにした方がいいんじゃないかなと思います。あ、あざーす。 えー、自分がの友人がネットで誹謗中傷されてるのが辛いです。トラブプルがあったのかわからないですが、一部の人たちに嘘つき、こじき、精神庁舎、スペラなどと言われていて、最近は犯罪者とことで言うようになりました。もちろん犯罪じゃないですが。友人は自分は気にしなくて言って,てくれてもいいですが、本当にきついんないから心配します。自分に何か出来ることないけど、徹さんのご意見が高いと思います。よろしくお願いします。えっと、誹謗中傷されてるのであれば、その人の横に行ってあげてください。あの、別にその話を、その、 だからネット上でどう書かれるかをコントロールすることは不可能なので、で、その人に味方がいるというのをちゃんと分かってもらえるかどうかの方が大事だと思うので、なので、ネット上でいくらそんなこと言ってる人がいても、僕はあなたの味方ですよっていうので、その横にいてあげるというのが大事なんじゃないかなと思うんですけど。なので、あの、リアルで接触するとか、あの、リアルで目の前にいて一緒に酒を飲むっていう、その、ネット上の人ができないことというのをちゃんとやってあげる方が、 友人にとってはいいんじゃないかなと思いますけどね。オッス見ま,見ました、見ました。フランスは世界一柔道が盛んな国だそうですが、いや、日本だと思うよ。<laughs> その理由何だと思いますかまた実際のところどの程度に逃げるんでしょうかフランスに住んでおり平きさんの肌感覚を交えて教えてくれると嬉しいです。<laughs> えっと、あの、そこまで柔道熱心だとは思わないんですけど、あの、たまたま乗ったタクシーで、お前柔道やんねえかって誘われたのは、あの、世界中フランスだけです。<laughs> <laughs> あの、いろんな国で僕タクシー乗るんですけど、で、そのタクシー運転手の人ね、その、あの、俺柔道やってんだ。ああ、そうなんですか柔道っすかみたいな。で、僕日本人だから話しかけられたかと思ったら、お前柔道やんねえかみたいな。<laughs> いやいやいや、まあ確かにあのパ、パリに住んではいるけど、通えるかどうかで言って帰るかもしんないけど、でも、え、お客さんに毎回柔道やんねえかって誘ってんのっていう。なので、そういう意味でいくと、あの、柔道に対する熱の強さは確かにフランスあるかもしれないですね。はい。 えー、どうすれば世間交代しますか自民党以外に投入してください、えー。立憲と維新は仲悪いみたいですが、どうにかしてください。うーん。ちょっと話長くなってもいいですかあの、安倍まで立憲の若手と維新の若手の方とお話をするというのを先週やったんですけども、で、結果として、あの、立憲民主党の人は、自民党と えー、維新、えっ、ー、と、立憲民主党の人にまず、あの、と質問したんですけど、えー、自民党が政権を取るか、維新が政権を取るのか、どちらか選べるのだったら、どちらを選びますかという質問に対して、自民党が政権を取るというのを選んだんですよ。で、維新の人にまず質問して、えっ、ー、と、維新のあなたが、まあ、あの国会議員というのはあの、首相を選ぶ権限があるのであの、主犯指名ってやつで、で、自民党に投票するか、 立憲民主党に投票するか、どちらに行いますかっていうので、要はその、立憲民主党に投票したら立憲民主党が政権取るけど、自民党、その、もしくはその、それ以外のところに投票したら自民党が政権取りますよっていう時に、どこに投票しますかっていう質問した時に、やっぱり立憲民主党に投票するって言わないんですよ。要するにその、えっ、ー、と、立憲民主党に政権を取らせるぐらいだったら自民党が取った方がいいよね、と維新の人も考えてる。で、立憲民主党の人も、その、 維新に政権を取らせるぐらいだったら、自民党に政権を取らせる方がいいというのを思っているというところなんですよね。で、残念ながら、その、どっかの政党1個が過半数を取るというのは、ほぼほぼ無理なんですよ、構造。まあ、自民党はようやく過半数を抑えてるところもありますけど、でも基本的には公明党とあの共闘することで、なんとか過半数を抑えてるという状態だったりするので。 で、じゃあ、その、自民党と公明党って、昔めちゃくちゃ仲悪かったんですよ。いや、その、自民党は、その、あの、公明党に対して、あの、その、なんか宗教のところから出てくるのどうなのよ、みたいなこと言ってるし、で、公明党も公明党で、あの、日本が悪いのお前らのせいじゃねえかって言ってるんですけど、でも、仲悪い中でも、何年間かずっとその共闘をやることで、なんとか折り合いをつけてやってるって状態で、で、状況によってやっぱり自民党と公明党で揉めてるみたいなのもあるんですよね。 なので、その思い通り理想な状況というのはやっぱりならないんですよ。それは考え方っていうのはいろいろあって違うのは当然で、そのどっかの政党の考えが日本の多数派全員を抑えるよねっていうのはならないんですよね。なのでそうすると、そのどっかで共闘するところを見つけて、なんとか過半数を取らなければならないよねというのの状況なんですけど、立憲と維新の話を聞いてる限り、 残念ながら、多分、あの、政権を取る気がないし、政権交代をさせる気がないです。いや、その政権交代させる気があるのであれば、自民党以外のもう首相主犯指名で、自民党以外の人を主犯指名すべきではねないんですけど、でもそれをやる気がないというところなので、なので政権交代をさせたいのであれば、 立憲、維新、自民党、公明党以外のところに投票すべきなのではないかなというのが今のところの僕の結論です。はい。これはの反論あるか教えてください。要はその、えっとまあ、維新が過半数を取るというか、立憲が過半数を取るというのは基本不可能じゃないですか。という前提のもとにおいて、 で、その、維新とか立憲というのは、連立をやる気がありません。というのであれば、政権交代をさせるのであれば、まあ、現状のその自民党、公明党だったら政権交代しないじゃないですか。で、維新も連立やりません。で、立憲も連立やりません。ってなると、残ってるのは、共産党に投票するか、国民民主党に投票するか、令和に投票するか、NHK じゃなくて、っ,っけみんなの何なとかに投票するか、あの、賛成党に投票するかの、この五択なんですよ。 なので、共産党か国民民主党か、それから令和か NHK か賛成党かでいくと、まあ、まともな政党どこなのってなると、なんかね、そう、そういう選択肢になっちゃうよねっていうところなんじゃないかなと思ってるんですけども、はい。あとね、トミーファーストに投票するっていうあの選択肢が生まれました。<laughs> なんかあの、トミーファーストが国政やるらしく、あの、 某一本大満足さんが、あの、都民ファーストから、あの、衆議院議員になるっていう話があるので、だその、だ第六の選択肢、まだ国政政党になってないんですけど、第六の選択肢、都民ファーストお、乙武さんっていうパターンがありなんじゃないかなと思うんですけどね、はい。 えー、私は今年新卒2年目 SIR 営業、彼女は新卒2年目、地元の金融機関に勤め、中距離例外中です。彼女は1年後に仕事を辞めて、1年間、ワオホリに行きたいというう言っています。その行き先は目的を尋ねると、海外で暮らす経験や英語を話すことの目的のよです。我々は家庭で将来の職に一回しかないのであれば、素直に応援できるんですが、私は正直遊びたいだけだと思ってります。将来一緒になることを解きたかんですが、よろしくさんそのようにおけするべきだと思いますかはい。えっ、ー、と、多分ん、たさんは視野が狭すぎる。 あの将来の職人化したいっていうのが多分あの金を稼ぐことっていうところになると思うんですけどあの人はどういうもので幸せを感じるのかで金を稼ぐのであれば日本じゃない方が金稼ぎやすいよねとかっていうのも多分拓里さ,さん知らないんだと思うんですよねでそれは自分が一生懸命稼いでて自分が正しいと思い込みたいのかと思うんですけど あの、じゃあ、アメリカで働きましたっていうと、あの、最低時給2000円のところが結構あるんですよ。で、最低時給2000円だと、例えばじゃあ1日8時間働いて1万6000円ですっていう。で、1万6000で20日働くと32万円ですと。で、あの、物価が高いって言われても、たかが知れてるんですよ。 なので、あのじゃあ、日本だと、そのなんかあの1ヶ月5万円で暮らせますっていう人が、アメリカがじゃあ、物価1.5倍ですって言ったら、じゃあ,あ、生活費7.5万円かかるよねと、でも日本だったら、そのなんか時給、その最低時給1000円で働いてる人だったら、8時間で8000円で、20だから16万円ですと、でもアメリカだと32万円です。 で、確かに日本のその最低時給16万円で5万円の生活費かかって、で、家,がじゃあ家賃が5万円で10万円かってなると、あと手元に6万円しか残んないよねってなるんですけど、じゃあアメリカが生活費7万5千円で、で、じゃあ家賃がその5万円の1.5倍だから7万5千円で、合わせてじゃあ15万円かりますって言っても、手元に17万円残るんですよ。なので、アメリカだったら17万も残るじゃん。 っていうので、なので、基本的には、最低時給が高い国は、物価が高かったとしても、手元に残るお金はその国のが多いんですよ。なので、あれ、日本で働かなくてもいいんじゃね海外の方が得なんじゃねっていう計算ができるのであれば、それは海外の方が儲かるよね、と。で、さらにじゃあ、その、日本という国がその人に合ってるのか。例えば、あの、えっ、ー、と、僕が知る限り、日本人の女性の会社員で、 すっんの人ってほぼ見たことないんですよその僕がたまたま見てないとか気づいてないだけかもしれないですけど、あの日本で女性で会社員ですっぴんの人っていなくないですかでもあの、日本以外の国ですっぴんで働いてる人って大量にいるんですよ。っていうか、普通。<laughs> あの別にあのなんか 化粧しなきゃいけない状態で化粧をする人はいるんですよ。でも、あの別に事務職だったら化粧必要ないから必要なくねっていうので、っていうのが普通なんですけど、なんか日本って事務職の人でもなんか眉毛描いたりするじゃないですか。<laughs> いやいや、まあ、眉毛描かなくてよくねみたいな。っていうか眉毛抜かなくてよくねみたいな。っていうので、やっぱあの生活しづらいと思うんですよね、日本って。 なんかまあもちろんあの、すっぴんの人も多少はいると思うんですけどね。俺が深い。いや、違うんですよ。あのね、綺麗だから化粧しないんじゃないんですよ。あの、どうでもいいから化粧しないんですよ。 <laughs> あの、えっとね、その、ヨーロッパの人は、あの、微心のすっぴんしてない写真はいっぱい見るんですけど、あの、ブサイクのすっぴんも大量にいますよ。アメリカも、あの、ヨーロッパも。要は、あの、彫りが深くても、ブサイクはブサイクなんですよ。でも、ブサイクでも別に化粧する必要ないんですよ。する必要ないから。<laughs> 要は、あの、見た目が売りじゃないから別に化粧しないよね。別に作業できてるんだから、それでいいよねっていう話なんですよ。なので、その、いや、文化というのがなぜか <laughs>、 まあねだからその要はそのまあなんだろうなその眉毛が大事だからもちろんだからあの好きでやってるんだったら全員ですよあの好きで化粧していならご自由にどうぞって話なんですけどあの好きじゃなくても化粧しなければならないというのが割と日本文化はあったりするので,でそうするとじゃあ,あのなんか生活してなんかなんか朝出勤する時もその化粧のために30分かかりますみたいなので,で毎日30分で結構でかいんですよ。 ただそういうのがじゃあその日本文化って果たして本当に幸せなのだから上司に誘われたらなんか飲み会行かなきゃいけませんみたいなのが本当に幸せなのっていうので自分に合った国と暮らし方というのはあるんじゃないかなと思いますけどね。 えー、同じ組織内であく仲間に対して、各部長を一どう思いますか私は嫌いなのですが、そんな場面に即遇したときに、う反応したらせかいつも終わります。ゆうさん、どうしますか死んでる側のようにした人を除いてください。このまま A が選ばれた、しかし A は死ぬの中で最弱。A は満足の連れをしようとおの視してるのがやりました。このときどんな顔すればいいんでしょうか僕、結構人の悪口、喜んできますね。<laughs> 要は、その、えっ、ー、と、 この人がどう考えてるのかっていう情報が増えるのと、なぜ嫌いなのかっていう判断が、結、ま、局、あ、その現場にずっといるわけではないので、 なので、あ、こういうところでこの人は、その A さんは B さんのことを嫌いだと思うんだっていうのと、なぜそういうミスを B さんはするんだろうとか、あ、こんなどうでもいいことを A さんは気にするんだということは A さん無能だなみたいなのを、割と状況判断しやすくなるので、当たり障りのない会話よりは、誰が好きとか誰が嫌いとかって言ってもらった方が、情報が増えるので、あの、どっちにも乗らずに、ああ、そうなんですね。ああ、まあそうなんですか。わあ、みたいなことを言って、割と情報を増やすっていうのは僕やりません。 えー、今度結婚式が、まあ、セルフさんの気の抜き動画を作成し結婚式て上記したんですが、いく必要でそこで今日はもらった面、本番思いつか、ごめ惑かいなんでしょうか。PS、進行旅行、エルフさんのと JN、パリミネス、買勝手にようかとます。大丈夫です。ご自にどうぞ。い,い。 えっと、京極学部出身無職ですが、ユタボンがテイムワイス高校に内心小生徒したそうです。公立中学に行く人は覗いていくわけではなく、親が蝶を外して中学提言できないから来てるわけで、僕も内申小に注意のあるから支配される、るその一間だけ無遅刻無欠席と、内申点135分の116合成で内申書が中三のように完成したから、女と中学にかず、進学校入学まで遊んできました。好きでもない教師は周にコピーを売る点数、点数活の内申小生徒はなぜ消えないのか。まあでも試験で受かる私立とかに行けばいいんじゃないですか。 あの、その、試験が良くないとかっていう、あの、もう言われがちなんですけど、その、内心書で物事を判断するっていうのが、割とその、生活がいろいろ縛られてしまうので、僕はあの、試験一発で受かるという制度というのは、あの、子供たちの多様性とか自由度のために必要だと思うんですけどね。ビッグモーターの水増し請求の件が以前話題になってますが、これって他の業界でも大調査あれ、よくある話だと思います。 はい、僕もそう思います。えー、私は IT 企業で勤めてますが、見積もり高い、こう、ばっかで持っちゃおうとか、契約後に順位人で、本来500時間しかやってないけど、どうどこで、なんか何百時間にしようとか、二調査同です。これ証拠取っておけば、って言うに使いますかオートです。いや、普通です。<laughs> あの、見積もりは基本3倍で出せっていうので、まあ、あの、3日で終わるんだったら、とりあえず10日って書け、みたいなのが割と普通なので、そういうもんです。<laughs> なので、あの、基本水増しはするもんです。水増しなかったら、商売なんか成り立たないですよ。 え、五体不満足一本なんとかのおとたけさん、これからどうなんですかひろさん応援するんですかあとりあえず僕応援します。あの、おとたけさんが国会議員になった方が絵的に面白いから。<laughs> 要はその、やっぱあの、おとたけさんみたいな人が国会に行って、なんか国会でいろいろやってるっていう映像が海外に映った時に、日本は面白いってなるじゃないですか。 そう日本の国会議員のおじいちゃんとかおばあちゃんとかがなんか映像出てても何言ってもわかんないし、ふーんってなるんですけど、やっぱ乙武さんが国会でなんか喋ってたら、それ海外で見たら、あ、面白この国ってなるじゃないですか。だから国会議員誰がなったって大して変わんないんですけど、映像の強さで言ったらやっぱ乙武さん強いんですよ。 なので、乙とさんが国会に行くだけで、割と僕は日本の価値が上がると思ってるので、あの、おとさんがク癖野郎だっていうのは皆さん <laughs> おっしゃってると思いますけど、まあ、いろいろね、あの、性欲強いとかいろいろあると思いますけど、とはいえ、彼が国会議員になることによるプラスある、そのプラスのイメージっていうのはだいぶ強いので、なので僕は国会議員にしていいんじゃないかなと思いますけどね。で、国会議員で、その、一人増えたぐらいで大して変わんないじゃないですか。犯罪者とか国会議員になってんじゃないですか。 で最近でもなんか3人ぐらいあの犯罪した国会議員いますけど、有罪判決とか出てますけど、別にあの国会議員が1人あのなんか誰かが映ったからそ、なったからといって、こその日本国が悪くなるとかないですけど、でも、乙さんが国会中継に映るというだけで日本にとってプラスになるので、なので僕はありなんじゃないかなと思ってますけど。 えー、私は課長で部下からある業務のやり方を変えたいと相談を受け了承しました。しかし部長が、お前は部下の部長が,聞くのが仕事、業務のやり方を変えるのは俺の仕事、今後は部下がやり方を変えたいというのは俺に相談するように示するそれが部下を管理するように徹底と言われました。部長からも業ならまだしも部長は何も絡まない業務です。課長は部下の部長を聞かかり、部長は相談を受けかかり特別仕様です、えー。部長や課長が部下を管理するのってそんなもんですかね。えっと、これは多分、あの、どういうふうにやるのかという報告を部長にしなかったっていう問題で、こういう形でやろうと思うんですいかが思いますかっていうので、一応報告をしてアドバイス をもらって部長承認のもとやりましたっていうのであれば何の問題もなかったと思うのでその何が正しいのかというところで考えないのではなくその状況で上司が喜ぶ形で業務を進めるにはどういう行動が最善なのかというのでいくとちゃんとお伺いを立てるというのが正しいというところで覚えればいいんじゃないかなと思います。 6月は4月、9日がありません。梅雨の季節で誰かく思ってしまうことも多いと思います。祝日があると仕事をモチベーションがあるので、祝日が欲しいです。かぐらい、えー。祝日は雨の恵みの日。水がないという気分で消えません。家事する気持ちをだるさを腐食。純、えー、ライの季節が結婚を問わず自分に死亡し、好きなもの休みなどもいいですが、特にきっと祝日が欲しいです。まあでも、日本ってあの他の国に比べると祝日多い国なんですよね。なので、僕別にあの祝日 で、そんなに作る必要ないと思ってて、あの、もう働いてらっしゃるのであれば、大体、あの、有給って10日取れるんですよ。なので、あの、毎年、あの、じゃあ、6月の3日は雨の恵みの日ということにして、私は休みますっていうのを、会社に言えばいいだけだと思うんですよね。t で、ツイッターとかで、6月3日雨の恵みなので、休みましたとかって書いてると、多分、あの、じゃあ、私も休むわって人が出てくると思うので、そういった形で、その、休む人を増やすっていうので、 休むのが当たり前だよねっていうのをみんなで作るっていうのもありなんじゃないかなと思いますけども。文化っていうのはみんながやることで生まれるので。父が台湾の在中で地震の時に亡くしたら知らんしにたしいという神経のずぶとさんにビびくびりました。ヒロクさんも失礼ながらずぶとそうで、ね、寝る時火事になったら気づかずて思になっちゃったわけですか。いや、僕もあの音とかであんま起きないんですよね。揺れてもでも東京の人だと揺れても起きないっすよね。 東京って結構あの揺れるのは当たり前なので、なので多分地震とか火事で僕死ぬタイプですね。はい。去年の9月から今年の3月まで彼氏の実家に住んでいたのですが、別れることになって家を出ることになりました。彼氏のはこれから駐車場で7ンと生命体、トレード、ベッドクリーニング体合計13万付けちゃうのですが、払わなかったら訴えられると思いますかちなみに家には5万ほどお金を入れていました。いや、払わなくて大丈夫です。あの、とっとと仕方してください。 えー、都内で看護師をしている36歳女です。今の職場はゆったり働けて体楽なのですが、給料があんまり上がりません。お金の看護師以外でスキルを貯めたいので、復業したいのですが、ヒルクさん、おすすめの復業ありますかえっと、あの、復業って、あの、努力の終わりに対して儲かんないんですよ。なので、あの、看護師の資格持ってるんだったら、給料のいいところに、とっとと転職したいとがいいと思いますけどね。あの、復業って基本的には、その、えっと、時給1000円でも儲かったらいいよねと思う人たちが、うろうろしてる業界だったりするので、 なので、あの、優秀な人だったら、あの、授業で一発当てて儲かるってなるんですけど、基本的にはもう時給1000円超えることはまずないです、副業で。はい 勤めてる会社の社長の息子が発達障害かうつ病で困っています。全く喋らない、笑わない、空気やめない、仕事がさえト,レトイレがやいたら長いと。まあ、あれが優秀なら何とかなと思いますが、エロフさんの思いますがちなみに今の女としてもこいつはダメだからみんな頼んだと言っています。まあでも会社というのはもうその家族のものなので、もう諦めて、あのだるだるとそれに従って給料だけもらって、やばそうになったら辞めるっていうのでいいんじゃないかなと思いますけど。 えー、去年次男が生まれました。音楽を聴くとリズムを取ッカちゃんです。以前にも相談しましたが、フィギュアスケーターにしようと思っています。どうするがフィギュアの世界でやってくれると思いますかえっ、ー、と、羽生さんにコーチをしてもらうことは可能だと思いますか不可能だと思います。ただ別に羽生さんは多分コーチ自体の能力はそんなに高くないと思いますよ。なので、あの、スケートに興味を持つかどうかだと思うので、あの、普通にその、あの、スケートの中の 子供用スケート教室みたいなのに行って、そこでスケートをちゃんと教わって、あの、バランスを取るっていうのをちゃんとやっていくと、そのうちじゃ能力があるんだったらこっち行った方がいいよみたいなのを教えてもらえてもるので、なのであの、近所のスケート教室みたいなところを若いうちから行くといいんじゃないかなと思います。まあ、ローライブレード教室でもいいですけど。 自民党のキックバック問題について、本来政治献金の問題だらすのものを派閥の問題に置き換えたり、特殊の出勤をして、日田首相は議員の首部長を維持しようと精一杯努力しています。これに不満を言っている自民党議員って頭悪くないですか うん、まあでもやっちゃいけない。結局その裏金というか、まあその政治献あの、企業の献金を個人の懐に入れるっていう、ある種その、個人献金禁止というところのルールを破ったということなので、なのでそれはやっちゃいけないよねっていうので、その、うん、なんだかんだ言ってやっぱりその自民党のその議員、その自民党の人たちも、その、 精錬潔白でやれるんならやりたいよねと思っているけども、そうじゃないよねっていうところで、でも、俺はちゃんとやってるのに、こいつらひでえよっていうところもあるんじゃないかなと思いますけど付き合いたての彼氏の小さい嘘が気になっています。徒歩40分の場所、徒歩15分って言ったり、ホワイトデーには購入場所を店頭と言ったり、オンラインと言ったり、2点散ってします。いただいたものは某ハイロンブランドのコピー品でした。良い分もたくさんありますが、付き合っていくか待っています。解決方法ありますかありません。あの、基本嘘つきだと思うので、 うんまああのこれだけの文章で人間を判断するのはよくないと思うんですけどあの虚言癖のある人というのは基本的に一生治りません。あの僕が知る限り虚言癖治った人って見たことないんですよね。 なので、あの、自分が働いて自分で生活を維持できるのであれば、別にその彼氏と一緒に結婚しても、まあ、最悪なんかやらかしたとしても、まあ、知ったこっちゃねえやでいけるんですけど、その、生活のその柱をその彼氏にするのであれば、働いてると言ってたけど、実は働いてなくて借金してるだけだった、みたいな場合もあるので、虚言癖の人は基本信用しない方がいいので気をつけた方がいいですよ。はい。 えー、地方在住35歳で、在りまで4月、3月末に第一子が生まれました。母子ともに健康で生まれたものは嬉しいのですが、早生まれの船遊園が少し心配です。早生まれの子供を育てる上でアドバイスなどあればお願いします。と早生まれなので、あの、周りが成長が早かったとしても気にしなくていいよっていうので、ちゃんとおおらかな子供を育てるっていうので、その、あの、無理して、周りにこう、あの、努力して、周りと同じレベルに上げようとするのって無理なんですよ。 なので、そこで無理なことをさせて、負担をかけるよりも、まあ,あの、そういう人たちもいるけど、別にいいんじゃないっていうのであのじ、その子供が幸せになるように育てればいいんじゃないかなと思いますけどね。120万が手元に入ってきました。目標は1000万くらいにしたいうですが、資産運用で新人さんを襲っています。資産運用でこんな使い方した方がいいなんアドバイスお願いします。まあ、なんかあの、手数料無料のインデックスファンドにぶち込んどいてください。 精神科医ひろゆきさんに質問です。調べてみたところ、精神科医の自殺率は他医者の2倍以上高いとの時計データが厚生労働省にありました。人それぞれあると思いますが、時計としたっきり表れている以上、精神病は伝染するのではないでしょうか。そう考えると、優しい人が精神科になるより他人事と割り切れて伝染しにくそうなもどっちゃくな人か、かっこよくさみたいな人が精神科に向理そうな気がしますが、どう思いますか。えっと、あの、僕、心理学部だ。心理学 であの卒業したんですけどあの心理学に興味を持つような人はメンヘラが多いです。<laughs> そもそもあの精神科に行くようなやつは多分メンヘラが多いです。<laughs> いやその あの、人間の心とかに興味があるような時点で、あの、大体不幸なんですよ。<laughs> なので、あの、不幸な人ほど精神科とか心理学にあるので、で、行ったとしても大して変わらない。で、あの、僕の同級生で、そのカウンセラーになりたいって言ってたやつが、いやいや、お前、どう考えてもメーラだから、まずお前が先にカウンセリング受けろよ、みたいなのがあったんですけど、 なので、その、メンヘラが、なんか自分自身を知りたいみたいなので、心理学とか精神科医とかになって、結果として何も解決しないっていうのがあったりするので、なんで、あの、その、カウンセリング自体の問題というより、もともとメンヘラだった人が行っちゃうっていうのだと思うんですけどね。はい。お坊さんって今後も日本一緒な存在なのでしょうかひどきさんとしてはどう思われますかもし必要不要、必要、どちらでも理教えてくれるとありがたいです。 で僕、その、伝統宗教は結構重要であるという説を唱えてる系なんですよ。で、あの、じゃあ、その、統一協会みたいなのが何で生まれてしまったかっていうと、伝統宗教が弱くなったからと思っていて、その、人間は宗教から離れて幸せになることはできないのではないかっていうのが僕割と今仮説として結構持っていて、その、完全に合理的な論理だけで、社会の中で成功していける能力のある人というのはいいんですよ。 なので、あの、まあ、偏差値60ぐらい以上の人で、人口でいくと15%ぐらいの人たちっていうのは、社会の中でいいポジションに行くことができるので、すごく幸せになることは可能ですと。でもその、能力がない状態で暮らしていくと、今現在資本主義の中では、幸せを感じる場面少ないんですよね。いくら努力しても給料増えないし、うん、あの、いい仕事につけるわけでもないと。 でもじゃあ、俺生きてていいのとか、人の幸せなんだろうってなるときに、資本主義の場合って金稼いでるやつが偉いんだよねってなると、じゃあ金稼げないから、俺の人生って無意味ってことなのみたいになっちゃうんですよね。なので、大多数の人が幸せを感じるためには、その、資本主義ではない考え方というのをちゃんと教えるべきで、でも残念ながら日本ってそれやってこなかったんですよね。で、イスラム教が割と広まってる理由というのは、反資本主義な部分からなんですよ。 あの、厳密にはその、イスラム教の人でも、あの、銀行にお金を預けると利子のようなものがつくんですけど、イスラム教って利子禁止なんですよ。なので、あの、イスラム系の銀行にお金を預けたとしても、利子はつかないんですよ。その代わり、預かって、 あったんですけど <laughs> っていう感じで、その、お金は大事ではないよね。お金以外のものの方が大事だよね。という価値観をちゃんと教えてるっていうのがあるので、なので、あの、発展途上国でやっぱりイスラム教って広まりやすいんですよね。で、その、先進国のフランスだったり、そのアメリカの上の方の人たちっていうのはやっぱり宗教を信じなくてもいいんですよ。それは自分が資本主義の中で幸せになれるから。 でもそうじゃない人たちというのが人口の中では多いので、そういう人たちがいかに幸せになるかっていうと、やっぱりキリスト教だったり仏教だったりっていう、その伝統宗教というのは大事なんじゃないかなというふうに思ってるんですけど。で、あの、イスラム教とキリスト教が僕がいかがなものかなと思うのは、あいつらすぐ異教徒と殺したがるんですよ。なんかいきょと殺してもいいねとか、異教徒と知ったこっちゃないよねってなるんですけど、あの、ヒンズー教と仏教は割とあの他の宗教を受け入れるんですよね。 あの、他の宗教ってあるよね。まあ、それはそれでいいんじゃねっていうので、なので、あの、多神教の宗教というものが広がった方が、より幸せな人口というのは増えるのではないかなと思ってるので、なので、あの、まあ、日本はゾラスカタ教とかないので、なので、日本でじゃあ多神教の宗教っていうことでいくと、やっぱりお寺というのがいいんじゃないかなと。一応神社もその、あの、その、日本のそのなんか神武天皇から繋がる、その、 神教という形で、あの、その、天皇も神様だよね、っていうので戦争しまくったっていう歴史もあったりするので、なので、まあ今の神道に別にそこまでのあの、なんか戦争してでも、そのか天皇維持しようぜ、みたいな考えはあんまりないと思うんですけど、とはいえやっぱりその、天皇が神様で、天皇が言う以上は俺たちは従うべきだよね。なので、あの、神風独行隊とかも必要だよね、っていうふうに考えてしまうって、やっぱり唯一神の考え方ってあまりよろしくないと思うので、 なので、多神教でダラダラしてる仏教のようなものが広がった方が社会にとってはいいのではないかなと僕は思ってまはい えー、こんばんは。女性28歳、年収600万弱、大企業勤めです。結婚がもう子供欲しくないのですが、手遅れになったから後悔したくなく、32歳までと決めて婚活をしています。会社は子育て支援が充実している、完全在宅、時短も可能で産まなきゃ損という気持ちはありど、今一つ前向きになりません。40になってから孤独感で辛くなると思いますが、医療の周りの方がどうですかまたご家庭を持たれている観点からも指名になりそうなこと教えてください。えっと、産んでみて嫌だったら里親出してください。で、あの、里親出しても回収するということが可能なので、 なので、あの、要はその、子供が産めなくなってしまうっていう物理的な問題が発生するので、なので、産んでみないと分かんないんですよね。で、産んでみて、あの、いらんわってなったらさそんなやせばいいし、で、あの、産んでみて、やっぱ子供かわいいわってなるんだったら育てればいいので、なので、あの、なってみないと分からないっていうのが結構あるんですよね。あの、女性の場合は男性と違って、産んだ瞬間にスイッチが入るんですよ。あの、その、要するにその、 産んだ子供はめちゃくちゃ重要であるスイッチというのが入るので、なので、あの、子供産んでよかったっていう割合がやっぱり高いんですよね。なので、あの、その幸せを感じてみたいと思うのであれば、産んでみた方がいいし、あ、全然スイッチ入んなかった私ってなれば、じゃあ佐藤屋出しちゃえばいいと思うので、で、あの、養子が欲しいですとかって言ってる家庭って日本めちゃくちゃ多いので、なので、あの、もし嫌だったら、とっとと養子に出してもい,いいんじゃないかなと思います。 先日ア、アマプラでウィーニーを主張しました。支援が東エさんと驚いたのですが、広くさにも関わりが深い世界であれば、食物を置いてきてた疑問されたなど含めて何か点がありますね。事件のことはほぼ知らず内容がいまいち難しくてよくありませんでした。IT が疎いので簡単に説明をお願いします。えっと、あの、ビットコインとかが今流行ってると思うんですけど、じゃあなんでビットコインというのが成立してるかっていうと、中央サーバーがないんですよね。 で、じゃあ日本円というのを誰が保証しているかっていうと、日本銀行が保証していて、日本銀行が出しているので、日本円というのをみんな信じましょうと。で、スイカっていうのも、じゃあなんかみんな流行って使ってますけど、あれはじゃあなんで使うかっていうと、みんな JRA とソニーのフェリカを信じてるからなんですよ。なので特定のところを信じてるからそれを使うっていうのが、現代の通貨だったり、電子通貨っていうのがあるんですけど、で、ビットコインっていうのは中央がないんですよね。 中央がないがゆえに逆にコントロールされないよねっていうところで流行ってるってことなんですけど、じゃあその中央がいない状態でコントロールするのってめちゃくちゃ難しくねっていうのを、あの、多分僕が知る限り世界で大規模で自由化した初の例というのがウィニーなんですよ。 あの、小規模なもので、あの、そこまで役に立たないけど、まあ、使われてるよね、っていうのだけと、風ざだったりとか、あの、EMX みたいなのもあったりするんですけど、でも、その、中央集権が全くない状態で、あ、JRA は競馬ですね。すいません。JR ね。はい。<laughs> <laughs> なので、あの、JR 東日本とかを信じてるから、すい方、し、JRA じゃないです。はい、すいません。っていうので、そこの、あの、 本来、じゃあ、中央集権しない形にいくと、データの信用性っていうのが失ってしまうよね。今、仮想通貨っていうのも、じゃあ、俺がじゃあ1万ビットコイン持ってるぜっていうで、じゃあ、他の人なんか、じゃあ、死んだ魚用してるおっさんとかが、じゃあ、俺2万ビットコイン持ってるぜって言い張ったとして、どっちが正しいかっていうのって分からないじゃないですか。なので、じゃあ、全世界の人が同じように通帳を持っちゃえばいいんじゃねっていうので、みんなが通帳を持ってますと。 世界中の人がいくら持ってるかというのを書いてある通帳を持って、例えばじゃあその通帳を10万人が持ってたとしたら、その死んだ魚にした人が、じゃあ俺100万ビットコイン持ってますって言っても、いや俺の通帳にはそんなの書いてねえよって言ったら、こいつ嘘つきだってわかるじゃないですか。なので、全員が同じデータを持つ、もしくは、 大多数が同じデータを持つということで、何の情報が正しい、この情報正しくないという鑑定を自動的にやるっていう仕組みで、中央が何もかかわらずうまく回すっていうのをやったのが、まあ、そのウィンニーだったり仮想通貨だったりするんですよね。で、まあ、それができないので、基本的にはな多くの国家の場合は、じゃあ日札かどうかっていうのを割とその国の政府というものが調べたりして、で、あの、通貨の流通量というのを政府が、あの、 コントロールしたりするんですけど、政府が信用できないと、その国って役に立たないよねっていうので、その通貨っていうのが紙切れ同然になってしまうと。なので、あの、ジンバブエっていう国だったりすると、あの、なんか、100億ジンバブエドルみたいなのが10円みたいな、なんかそういう感じになっちゃったりするんですけど、っていうので、その、要は、政府が信用できなかったり、中央銀行が信用できないと、そこの,その通貨自体も価値が下がってしまうけど、そのビットコインだったりっていう仮想通貨の場合は、 そ,のそこに関わる全員が、なんとかそこのシステムを維持しようとするので、結果的にうまく回るよねっていうのの、まあ、一番最初に作ったのが金子勇さんっていう人なんですけど、あの、どうでもいい理由で京都県警に逮捕されてしまって、で、あの、映画の中でも触れてなかったんですけど、あの、 金子勇さんが悪いという形にしたのって、あの、京都府警が京都府警の流出をやってたからなんですよね。京都府警がそのウィーニー使ってる人がいて、で、そこで流出した情報とかがあったりして、で、これが情報流出したのって金子さんのせいじゃなくて、京都府警のせいだよねっていうのなんですけど、でも金子勇が悪いということで、とりあえず捕まえてウィーニーをなくしてしまえば、なかったことになるんじゃねえっていうので、まあ、金子さんが捕まり、 で、あの、金子さんをこう裁判に持ってったんですけど、結果としては金子さん無罪になってしまったんですけど、まあなんだかんだ言って、その診療が経ったのかわかんないですけど、あの無罪判決を受けた2年後に金子さんが亡くなってしまうっていう、っていうところで、あの、すごく優秀な人を日本は失ってしまいましたよって話です。で、それの主演をあの、東出昌宏さんっていう、あの、身長が188センチあるイケメンがやってるんですけど、 で、金子さんって、全然イケメンじゃない、あの、ちっちゃいおっさんなんですよ、小太りの。<laughs> で、あの、ちっちゃい小太りのおっさんを東永さんが演じてるんですけど、あの、金子さんにめちゃくちゃ似てるんですよね。あの、似てるの定義がちょっと難しいんですけど、あの、金子さんの役を演じる東永さんを見た人は割と、あ、金子さんに似てるってみんな言ってるんですよね、僕とか男性性とか。 で、その、金子さんのお姉さんが、あの、お姉さんじゃないか、親族の人が、東出さんに会ったときに、その、あの、イサムにまた会えた気がしました。ありがとうございますって言ったって話があって、やっぱりあれ見ると、あ、金子さんだわって思っちゃうんですよね。あ、ダン先生って誰って言う好ですけど、あの、その、金子イサムさんが裁判だったときに、その弁護士さんをやった人がダン先生っていう弁護士で、 ダン先生もちょっとぽっちゃりしてるんですけど、はい。でね、確かにダン先生のメガネだけは本物なんですよね。でね、あの、ダン先生、あの、なんか一応そのなんか演技をしたらしいんですけど、なんかね、コンビニの店員役かなんかで人がいなくてやったんですけど、<laughs> あまりに演技が下手で、そのシーンがカットになったっていう、っていう話がありました。はい。なので今あの、アマゾンプライムで無料で見れるの、あの、アマゾンの会員の人は、 無料で見れるので、興味があるんだったら、フリに見ていただけるといいんじゃないかなと思いますあと、全然関係ないですからあの東出さんがあの山で生活している YouTube が今の、えーと、登録者数を10万人超えて、結構再生数伸びてるので、もし興味がある人がいたら、あの東出さんの山の動画とかを見ればいいんじゃないですかね。はい えー、公立の新高校2年生です。私は北大学に回っていて、一般受験の科目も決まっています。推薦やらないので内心は欲しくないです。そのため一般受験科目で使わない、将来使わない、数学と古典の授業中に堂々と試行すると思います。しかし、私は小学校は単位制で標点に違いた単位として認めてくれないため卒業できないかもしれません。2をつけてもらえる攻略と、今回の場合では内心の正当性を教えてください。別に正当性は言らなくて、あの、短い時間で2を取れるぐらいの知性がないのであれば、無茶をするな。 だはその、あの、勉強しなくてもこれぐらいできるよねっていうぐらい頭のいい子であれば、その、これはいらねえわっていう判断できると思うんですけど、残念ながらその、勉強しないでもに取れないのであれば頭悪いっす。なので、あの、自分が頭が悪いっていうのを自覚した上で、じゃあ教わったことはちゃんと教わった方がいいよねってなるんですけど、で、あの、なんで僕がその、あの、いろちゃさんが頭が悪いと断言したかっていうと、 あの、数学が将来いらないと決めつけてる時点でかなりやべえと思ってるからなんですよね。あの、僕がする限り、給料が高くて頭を使う仕事で、数学が関わらない仕事ってほぼないんですよ。ではその、あの、企業というのは何なのかっていうと、お金を稼ぐための組織です。でお金を稼ぐというお金っていうのは数字でできています。なので、 この商品をいくらで売って何個売れた場合にいくら入るよね。で、何パーセント安く売った時でも、いくらの回収ができて、原価がこれだから利益はこれぐらい残るよねっていう、数学ができないで、出世したやつ見たことないんですよ。<laughs> あの、別になんかキャバクラ城とかで暮らしたいですとかであれば、もう好きにしたらって話なんですけど、あの、ちゃんとその何年も、あの、会社員だったり、その事業とか仕事をして生きていくのであれば、要は20代のうちに見た目だけで売って、結婚して一生働かないですっていうのであれば、全然いいんですけど、ちゃんと社会に出てたいのであれば、数学は必須なんですよ。 でその必須である数学をやる必要がないと高校の時点で判断して本当にやらないという時点でやっぱり頭が悪い子だと思うんですよ。要はそのなんで頭が悪いかっていうとその状況を把握する能力が低いんですよね。じゃあ今その、企業、会社というのはどういう形で動いているかっていうのを多少調べたらあやっぱ算数、数学大事だよねって気づかせたんですよ。 でもその算数数学大事だよねっていうのが気づかないぐらい頭が悪い子がこれは必要ないって決めるとあ、それはどんどん失敗コースだよねっていう。なので、あの、頭のあまりよろしくない自称カウンセラーの人が自分の子供を学校に行かせる必要がないって言ってで学校に行かせなかった結果その子供が高校受験して落ちたんですよ。で結局その子供がじゃあ高校に行きたいって っていうのは僕は親の責任だと思うんですけどでも頭の悪い親ってやっぱりそういうことが分からないんですよね要は自分の頭が悪いからなのでその頭が悪い人が自分の将来だったり自分の関わる家族の先を見通すというのはやっぱりできないので、ね、なので頭が悪い以上はまともな周りの大人のアドバイスに従う方がよっぽどまともな結果になるんじゃないかなと思うんですけども えー、以前、少子化と AI の質問したもので、生産者、機械化 AI って大体でありでいきるが消費者に逃げちゃうといけないから、少子化解決した方がいいと思うんですが、それなら貧しい国の国民並みや波や民に、本国籍が与いて、生活保護、電子マネーが抱いて、日本のものしか考えにするに、ちゃ解決する気がしますが、どう思いますか 無理じゃないですかね <laughs>。別にあの、消費するだけだったら別にドブに捨てても金は消費できるので、なのであの、消費者が大事だよねというのは企業側の論理で、ただその中で消費したその子供たちというのが育ち、で、その結果、あの、それなりにこう生産者になる可能性があるって話だと思うので、あの、金を何とか使いたいっていうのはだからドブにしてるだけなので、あまりこの議論というのは意味がないんじゃないかなと思うんですけど。というわけでそろそろ終わります。 働いいてる会社が買収さされますすす回回目ででで今今は今回外資ですポジティブネガティィブブ意意見見ネガくください資本関係なく助手ですかね、うん、基本的には上司次第ですけど、ただ、外資の場合は利益が出てるかどうかで結構判断があるので、なので、あのしがらみだったり人間性とか利益が出るかどうかっていうところで判断するよねっていうところをちゃんと分かって立ち回った方が、クビにならなくて済む可能性は高いんじゃないかなと思います。 4年間付き合ったら大好きな彼氏に突然性格が合わなかったかもずっと一緒にいられないと思ったかもって言われて振られてしまいました。ショックすぎて立ち直る言葉をください。35歳です。うんあのー、正直な話でいくと多分理由はそれではないです。<laughs> 要はその本当の理由を言うとショックを受けるので言えません。でも、 傷つけないで揉めない形で別れたいという人が性格が合わなかったという謎の理由をつけます。なので、それをいくら追求したとしても、残念ながら答えはありません。はい、なのであの、揉めたくなかったよねというのがあなたに残った理由だと思うので、とっとと別の人とあの、まあ、出会い系されトのを見つけてあの結婚した方がいいんじゃないかなと思います。はい、よくあるパターンは、あの他に女ができたからですね。はい でもほら、他に女ができたからお前と別れるわって言うわけないでしょ。<laughs> なので、あの、相手がこう、なんか、こう、なんか納得できない、理解できない、ふわっとした理由というのを一生懸命つけるというだけで、それを真に受けて考えてもしょうがないですよ。はい。 えー、三時の泡です。ママもとおしゃべりをすると旦那の悪口になることが多く、えー、話を振られると変動に困ります。私はなぎのような旦那に特に不満がなく出会って15、6年くらいですが、まだこんないいとこあるんだというか、今でも加点され続けてるまるで、すめのような旦那です。うちの旦那さん、優しいよと言っても自慢してるみたいで、馬鹿し上げてるみたいんじゃないかと思います。良い話のつなげ方を知りたいです。なんか、うんこが臭いとか、おだらが臭いとか、どうでもいい欠ってを言えばいいんじゃないですか。 別にあのなんか、その、何回言ってくれて、あ、そうなんだ、ふんっ、つって自分の話をしたい。基本的にあの、魔物の方々は自分の話がしたいだと思うので、ただ、何にも言わないと、なんか仲間だと思ってもらえないので、仲間だと思ってもらうために、その、なんか、うんこくさいとか、おならくさいとか、なんか、講習がくさいとか、適当に話を忘れもいいんじゃないですか。はい。 18歳になったばっかりの高さんで、狭き道だと分かっているんですが、将来カフェの経営をしたいと思っています。新郎先に回っているので、広木さんどうするか教えてください。えっと、ガチでカフェの経営をしたいのであれば、えっと、なんだっけ、あの、カフェをやっているところの、あの、なんかトライアントじゃん、なくて何だっけな。あの、それなりにそのカフェ経営している会社に入ってください。あの、カフェ何店舗も経営している。 会社があると思うんですけど、要するにその、あの、コーヒーとか紅茶とかが美味しいから好きだよね、ではなくて、あの、事業としてちゃんと回すためには何が必要かっていう計算をきちんとするっていうのをやればいいと思うんですよね。あの、スタブとかじゃないっす、最、はい、例えば、あの、ルノワールって利益何で上げてるかっていうと、あの、コーヒー屋で上げてる利益より、あの、ビルの立ちのき台の利益の方が高いんですよ。 あの結局、コーヒーやって、そこまで儲かるわけじゃないんでですよでも、じゃあ、なんでそのルノワールが儲かるかっていうと、まあ、1店舗1店舗はギリギリでやってるんですけど、あの駅前の店舗で喫茶店をやっていると、大体、そのちっちゃな雑居ビルとかだと、そのもうこれ、再開発したいから出てってくれよみたいに言われるんですけど、出てくときって、めちゃめちゃいいお金をもらえて出てくことになったりするんですよ。 なので、どんなちっちゃい雑居ビルでも、その駅前のところに喫茶店をやり続けて、低い利益で営業し続けていくと、割とそのルノアールは何年か経ったら、それが出てってくれよって言われて、その,あの立ち退き料としてお金もらえるっていうのがあったりするので、結果として利益が貯まるんですよ。っていう、あ、トランジット正解。っていうのがあったりして、なので、その、何で儲けるのかっていうのは、その、美味しい紅茶コーヒーを出したら儲かるよねという事件じゃなかったりするんですよね。 っていうのが、その喫茶店というのは、結構その、普通にいいものを作ったら儲かるというのではなく、その、利益を何で上げなければいけないかっていうのを考えなきゃいけなくて、で、新宿のあの、ピンクの像のお店、あの、なんか新宿の南口のあの、 なんかあの、サザンタワーとかの奥に、なんかあの、あの、スタバとかが奥にある、あの、ピンクの像のビールの、なんかあの、名前のカフェとかを、そのトランジットっていう会社がやってると思うんですけど、ああいう感じで、そのなんか、おしゃれカフェをちょこちょこやってるんですよ、トランジットが。で、その、おしゃれカフェってみんなやりたがるんですけど、ちゃんと利益を上げてきちんと続けられる事業体っていうのはそんなに多くなくて、デリディウム、はい。 なので、そういう感じで、その、あの、ちゃんと利益を上げるためにはどういう構造にすべきかっていうのを組織的にやってるところっていうのに入って、きちんとその仕事として続けられる構造っていうのをきちんと理解するっていうのは必要なんじゃないかなと思います。その、あの、いいコーヒー豆をちゃんと買って、で、そのいいコーヒーを作り続けて、その、あの、バリスタのチャンピオンシップのところで優勝して、じゃあバリスタとして有名になっていいコーヒーを出,きます出しますよっていう形の売り方っていうのもあるんですけど、 で、それをやるというのも確かにその個人の技術としてはできるんですけど、やっぱり店舗としては1店舗以上を広げるのはなかなか難しいんですよね。なので、あの、いいコーヒーを出せるというだけで食っていくというのはなかなかハードルが高いのではないかなと思うんですけども、はい。 えー、私46歳、夫68歳、子供なしの夫婦です。築100年の古民家を購入、3年住んだとリフォームを考えています。公務店に頼むというサイやタイなど商売などのからが実際の係にも多く取っているのであると感じ信用できなりました。現在別の建築士に頼み始めたところ、今のところはこちらの方が信用できそうですが、今先は分かりません。古民家にお店をついて何かアドバイスはありますか ?46 歳だったら自分でやればいいんじゃないですかなんで自分でできないと思うんですかね あの、割とその、自分である程度やってみると、相場感が手に入るんですよね。その、なんとなく高いからとかっていうので断ってて、でも実際にはその人の技術だったりとか、いいものを使った結果、その10年後20年価値が上がるよねって作り方をする場合もあるんですよ。なのでその、高いから悪いとかではなくて、高い方が長期的には得するよねという場合もあるんですけど、ただそれを見抜く目があなたにないんだと思うんですよね。なので、自分でやってみるって方がいいと思うんですけどね。 別にじゃあそのなんか壁の乗り直しとかだったら自分でもできるので、なので自分でできる範囲のことをちょっとずつやるっていうのをやって、相場感だったりとか人件費って、まあ自分でやったらこれぐらいだけど、じゃあこれバイトの高校生とか大学生頼んだらいくらいで,できるよねとかで、大体その概算ができるようになったりするので、なのでその自分である程度の概算ができるようになるっていう方が騙されにくいんじゃないかなと思いますけど。 30代後半から編集や作家の仕事に就けるようになるためにはどんなことをすべきでしょうかえっと、自分で作品を作ってみてください。作品を作ったことがない人が作家になることはできないし、で、作品を作ったことがない人が編集の優秀さもわからないので。 母の祖母が資産家で、私の母は三人兄弟ですが、子供がいないので、いずれ孫の私に資産が回ってくると思うんですが、生前蔵野でいろいろ条件を満たせば自然になるし、家庭を持ったのも今少し、今少ししてほしいと言ってみたところ、あまり勇気でありませんでした。分かってもらえる方法ありますかありません要するに、あの、あなたは自分が金が欲しいと言っているだけです。<laughs> 要は、あの、いろんな理由をつけて、あ 金が欲しいって言って、金をせびってるなという以上のものではありません <laughs>。なんかその、節税になるじゃんとか、生前贈与の方がいいじゃんとかってなんかいろいろ言ってるんですけど、単にあなたは祖母の金が欲しいと言ってるのしか聞こえないので、なので、言い方の問題とかで分かってもらうとかではなく、あのもうただ金が欲しいっていうのを言ってるだけなので、それは断られるでしょって話だと思います。 なので、あの、孫が育ってきて、なんか孫がこういうのやりたいよね、学校に行きたいとかっていうので、学器が必要とか、具体的な話になれば、まだお金出してくれる可能性はあるんじゃないですかね。はい。あ、僕、オッペンハイマー見てないんですよね。なので、あの、オッペンハイマー見ようと思ったら、なんか、あの、その、飛行機の中でもやらなくなっちゃったんですよね。 昨年,昨年5ヶ月にユーローチンホーム事業を開業した十六歳男性です。現在利益率10%法で役員保酬は50万から110万円だけになりましたが、十二月決算はまだ1年目なので、特に寝れない日があるくらい不安があります。今回、徳さん利益率何以上ありそうですか、まあ、でもパーセ10%あれば十分じゃないですか多分立派、その、 老人ホームであの利益率が高すぎる場合って、多分どっかでブラックなところがあったりとか、なんかあの職員に刺される可能性があったりするので、利益率高すぎるのも良くないと思うので、なので10%で回せるんだったら、全然それでいいんじゃないかなと思いますけど。なので、あの、あんまりその、なんか、無茶なこう欲望を持つと、要は許認化事業って結構後でトラブルになったりするので、なので、あの、基本的にはその抑えめの方がいいんじゃないかなと思いますけど、 チャンネルのそばは何のなぜ自負荷するんですか当時主流だったんですかえっと、今の一般の人たちには全くわからないと思うんですけど、あの時代ってまだモデムというもので、あの30、3三十6 k で繋ぐとかっていう時代だったんですよ。今その、光ファイバーで100メガですとか、まあ、ADSL でも8メガですっていう、8メガって800万なんですよ。で、僕が言ってるモデムって、あの、32K って3200なんですよ。<laughs> っていう時代になると、どれだぐらいその、あの、転送のそのデータを少なくするかというのが大事なので、なので、あの、自負で、あの、色数を少なくして、転送するデータを減らすっていうのが重要だったという話です。はい。 えー、日本一喧嘩が、口喧嘩が強いと思っていますと主張したおじさん面白いですね。今、私が今までや会ってきた中で口喧嘩が強い、口で負けたことなんて言いたいとって、感情の良す人の意見を行かない、間違いしてくするをぶち切れるという特徴がありました。何を言っても通じないから、諦めて何も言えなくなってるだけなので口喧嘩で勝ったぜって調子に乗ってやってみると恥ずかしいなと思います。いやー、あの、 口喧嘩が強いというのを主張すること自体が恥ずかしいというのがわからないというのと、あと、それをアドバイスしてくれる人が周りに誰一人いないということが問題なんだと思うんですよね。あの、例えばさ、弁護士さんで、あの、訴をいっぱいやってますっていう弁護士さんで、私は口喧嘩が強いですって言ってる人見たことないんですよ。 もちろん、あの、弁護士さんで、あの、その、いろいろ飼ってる人は、口喧嘩も強いんですよ。でも、口喧嘩は、あくまで、その、パーツの一つであって、最終的にはどう証拠を持ってくるかとか、どう事実を積み上げるかっていう、あの、まともな業務の方が大事で、あの、口喧嘩は、その中の割合の本当にごく一部なんですよ。 あの、さっきあの、ウィニーの事件のあの、弁護士さんで言ったダン先生も、口喧嘩ダン先生強いんですけど、でも、口喧嘩で裁判に勝ったわけではないんですよ。ちゃんと証拠を調べてきて、証拠を積み立てていって、で、こういう主張ですよっていうのを裁判の法廷でやることによって、勝訴判決をもらうというのだって、口喧嘩それ自体が強いことを売りにするという時点で、あの、社会人経験ないよねとしか思わないんですよね。僕が知る限り、口喧嘩が強いで、 社会人人とととしてててちゃんと業務をやってる人っる見たことないですよね例えば、あの、ドワンゴ川上さんって、あの、口喧嘩は弱いんですよ。<laughs> では、あの人すぐ感情的になるのと、あと、リアルタイム処理が遅いので、あの、ゆっくり考えてテキストでやったりすると川上さん超優秀なんですけど、そのままリアルタイムでいくと、僕のが全然強いんですよ。 で、それはあの、すぐに言葉が出るっていうのもあるし、あとその、川上さん、感情を自分でコントロールできない人なので、あの、怒らせると自爆するんですよ。なので、あ、この方向で怒ってるなっていう時は、こっちで行くとこのまま自滅するよねっていうのを、ちゃんとやっちゃう人なんですよ。で、僕はあの、割とその、感情のコントロールが得意な人なので、要するにその、あの、口喧嘩というか、 討論自体どうでもいいと思ってるので、なのでこういう形で言ってこうっていうので自分の感情によって自分がコントロールできないっていうのがあんまりならないんですよね。でもそれと別にあのじゃあ社会の中でその仕事をちゃんとこう完遂できるかどうかとは全然違う話なんですよ。あくまでそれはおまけの問題で、なのであの口喧嘩が強いということが役に立つと思ってる時点でどうなのかなって思うんですけど。 あ、明日対談すんのええー、そうなんだ、えー。32歳男です。接客業経理の仕事に就職して2年4か月経ちます。現在の職場は教育体制がとんでもないため、同じ部署の先輩が仕事を全然教えてくれません。そのため、いつまでもできる仕事が増え、成長好きで悩んでいます。直属の上司に相談しましたが、30代は仕事を教えてもらえながら当たり前だと言われて、取り合ってもらえませんでした。仕事を教えてもらえないことに不満をいただくのは私の甘いなのでしょうかいいえ。 別になんか教えてもらわなくても給料もらってるんだったら言われた範囲でだらだらやって他のことやった方がいいんじゃないですか別になんかその会社の中で成長しようと思わなくてもあのプライベートの時間で成長することは人は全然できるので。 えー、ひろゆきさんに会うにはどうしたらいいですか無理です。フランスに行くことも可能です。直接会って話したいうです。ちなみにストーカーではありません。時間を拘束するわけですから、やらしくおします。ただ、わけもわからない人に会うのは抵抗があると思うので、どうなのり取ればよろしいですかめんどくさいので嫌です。 えー、僕は以前友人関係でて相談した20代後半のアスペパイソンのとこです。僕は運動とゲームが好きで趣味が一人できることもあり、以前よりも一人で過ごすことが増えたのですが、友人関係が狭くても問題ないでしょう。はい、問題ないです。今は楽しいんですが、この、まあ、30代の時に後悔するところがるのかなと思います。いや、別に僕、友達と会わなくても何の後悔もないですよ。<laughs> まあ、多分あの、友達が大事だと思ったら日本に住んでると思うんですよ。 で、日本に行くと知り合いも友達も多いので、あの、毎日子供友達で楽しい生活できると思うんですけど、僕はあの、家でゴロゴロしてゲームやってるとかの方が好きなんですよね。あの、昨日もあの、二王の2を始めたんですけど、いやだからあの、かまあデモンツソウル系、ダークソウル系の、その、と二王の違いというのが、僕の中で結構言語化まだできてなくて、 あの、ニオウもそれなりにできることも多くて死にゲーで練習したら上手くなるのはなんとなく分かったんですけど、これをやる必要あるのかっていう、あの、そもそも論になっちゃったんですよ。いや、その、ダークソウルとかも別にやる必要ないんですよ。でもまあ、なんとなくやりたくなっちゃうっていうのが、なんで僕はダークソウルがやりたくなって、ニオウをやってる最中にやる必要があるのかと思ってしまったのかっていう、その、 自分自身の感覚と今戦ってるんですよ <laughs>。あの、本来全てのゲームってやる必要ないんですよ。 でも、あの、クラロマとかって、あの、毎日僕やってるんですけど、あれもやる必要ないよねって分かってるんですけど、やる必要ないよねって分かってしまうゲームと、やりたいと思ってしまうゲームのその差は何だろうっていうのが、あの、今僕が匂をやりながら思ってることです。<laughs> とはいえ、なんか攻略サイトとか見て、あの、器用のコストが大事なんだな、みたいな俺が早い、はい、RB で、みたいなので、一応なんかやってはやるんですけど、なんだろうね、世界の平和なのかね。 なんかっていう感じで、そのなんかね、あの、ゲームを楽しんでるのではなく、ゲームを通して自分自身がどう感じるのかというのを、こう解釈をするという、なんか自分の感覚とか感情とか、っていうのを理解するというのが、割とゲームをやることでわかるのかなっていう。いやだから難しいんですよね、その、 そのやる必要がないものをやる人はなぜやるのかっていうのを結構ね答えがすごく難しくてあの前にそのシミケンさんと飲んだ時に「あのなんでそのシミケンさんうんこ舐めるの好きなんですか?」って話を聞いたんですよであのシミケンさんうんこ舐めるんですけどそのうんこ自体は苦いし美味しくないって言うんですよ で、じゃあ、なんで苦くておいしくないものを食うのかっていうと、その苦くておいしくもないうんこを食うことで、相手の人が恥ずかしがるのが気持ちいいって言ってて、要はその、相手、人間の感情をコントロールすることが楽しいというところに目的があって、うんこを舐めるは手段でしかないっていう。 なので、その苦いとかまずい、そのうんこを食ってるから相手が恥ずかしがるわけで、より苦く乗り、よりまずい方が相手が恥ずかしがるだろうということによりうんこを食ってるっていう、その手段と目的が完全にずれてるんですよね。っていう、あの、すごくどうでもいい話をしてるんですけど、すいませんね、うんこの話をしてて、はい。っていうのがあって、なのでその、相手がいかに嫌がるかどうかっていうところにこう主眼を置いてるって言われると、そうなのかっていうので、 なので、ね、あの、ひげうやじさんもうんこを食ってるのはそういうことなのかなと思うんですけど、はい。なので、あの、その、僕がゲームをやるというのも、なんかその、自分に役に立たないからこそゲームをやるのかな、みたいな、あの、すごくこう、なぜ自分がゲームをやるのかっていうのが、いまだにあの、わからないままやっているって、はい。えー、コミチョウでどうやって友達作ればいいですか別に同じ大学の中で作らなくても、あの、ネットで友達作れればいいんじゃないですか えー、二人目の子供が欲しいですが、家族に反対されている主教で削、作権社員の夫は今の娘が自分で自分のことを気になったら2人目はといてます。経済的に仕事で私も接種を目指してお金を稼いでた方がいるでしょうか。コンドームに穴を開けてください。<laughs> できちゃったらもうできちゃったって言ったらもうそんなもんなんで。あの、結局あの、打体はあの、自分自身が行かなければ打体はできないので、なんでもうできちゃったって言って、あ、でももう生まれちゃったらしょうがないよね、って形で埋めばいいんじゃないかなと思います。 ウェブ広告の良さが急成長してますが、ブロッカー入れるしかないですかスワイプ広告を絶滅してほしい。僕、ブロッカー入れてる人なので、あの、あんま気にならないさえ、ね。あの、気になるなら、ブロッカー入れちゃってください。そっか。<laughs> 僕、ウェブサービスをやってる側だから、ブロッカー入れちゃってくださいっていうのは良くないのか。だから、どうなんだろうな。確かに、だから、うんと、僕がウェブサービスやる側としては、アドブロック入れられると困るよねなんですけど、とはいえ、あの、まあ、入れるよね。めんどくせえもん広告って思ってください。 え、現在大学生で行政書士をやってるものです。売上が毎月上がってつ、現在月150前後です。この先5年間ほど他の事業をせず行政書士を伸ばしていくか、行政書士を看板として使っているかやないか、他の事業をやっていけたら、どちらがビジネス的に良いと思いますかえっと、多分あの、大学生の時点でそれだけ売上があるということであれば、結構優秀だと思うので、他のことやったとしてもそれなりに伸びると思うので、なので、あの、なるべくその時間がかからない、要は今の収入を行政書士で維持しながら、自分の時間あまり取られないという状況にして、他の人は 取ってその事務作業を任せるとかっていうので、あの他のことをちょっとずつ手出すっていう方がいいんじゃないかなと思います。人生は長いので。で出馬はできるでしょう。う受かるかどうかは別にして。一瞬で答えてね、佐々木希とサーズよりかどちらが好みえっとね、<laughs> あの、すいませ僕は芸能人、あの、本当に知らないので、あの佐々木希さん誰だっけっていうので、あー アンジャッシュの渡部さんの奥さんと思ったので、あの、多目的ルームはアンジャッシュ渡部さんの奥さんの方が面白そうだなと思ったので、佐竹木野さん好みの方にお願いします。えっと、車必須なので買ったのですが、200万で買って300万。いや、だって、アンジャッシュ渡部さんだよ。<laughs> 多目的ルームを支えるっていうのを選んだっていう時点で、やっぱり秋田の女性は強いなっていう。 え車、室なので買ったのですが、200万で買って300万食に残ったすゼローンに調べる方と誤解しています。心配すぎですが、い,いえあの。お金を払わなければならないというのは変わらないので、なので、あのとっとと現金で払ってあの、利子を払わない方がましだと思います、えー。教育学部の大学生です。子供時代の苦しい経験から将来子供たちのために何かして考えていますが、経済的に余裕がなかある程度の稼ぎは欲しいです。教育系で自分の経験がつかつ安定した服はありますか教員はなるべく避けたいです。一応どこに行っても来ないように、募金に行くのも資格を取っております。 でまあ、あの、塾講師とかっていうパターンもあると思うんですけど、ただなんか、あの、あどうだろうね。あの、子供に教える系のところは結構高い値段取れたりするので、そういうなんか、あの、子供に教えつつ実は教員免許取ってるんですよっていう方がいいんじゃないかなと思うんですけど、先日池袋でヘルクさんをお見かけしてびっくり、何をされたんですか 池袋なんか行った気はするんですよね。有楽町線に乗った気はするんだけど、なんで池袋、ああ、えっとね、あの、北赤羽に実家があって、で、北赤羽の実家から埼京線で池袋に行って、で、池袋から有楽町線に乗った気がします。なんで乗り換えで池袋を使ったが正解です。はい。えっとね、ひろゆきとりで検索すると出てくると思います。はい。きっかけ自体はないんですけどね。 あの自分が割と幸せであるということに気づいて、で、その自分が幸せであるということが、今の状況がなぜ起きたのかと考えると、あの嫌なことが起きたし嫌な人もいたけど、その結果今の自分が、 まあ、培われたと考えるのであれば、マイナスだった経験というのも今のプラスのために必要だったのだな、ということになり、なので、あ、あの、おかしない人たちとか頭の悪い人たちとかいろんな人に絡んだ結果が今が楽しいんだ、っていうので、割とあの、起きた出来事というのが全て今のプラスのために存在しているというふうに考えたので、あ、なんか、社会って僕のためにみんな幸せ、こう、働いてくださってありがたいなと思ったっていう。<laughs> いやその、なんか、僕を幸せ にしようと思ってて生きてたわけでんかいろんな人がこういろいろ頑張ってでなんか僕にこう悪さをしてくる人たちっていうのもなんか僕にダメージを与えようと思ってやってたと思うんですけど結果として僕今すごく幸せになってるのであそういう人たちもいるから割と幸せになってるんだと思っていやありがたいなっていう感じでこう悟ってしまったっていうのでなのでどうなんだろうねだからあの足引っ張られてなかったら 多分もうちょっとなんか、例えば騙されるっていうのがなかったとしたら、もっと大きく騙されてたかもしれないし、で、なんかこう、いろいろな嫌なことというのがあった結果、でも今なんか、 割と自由な時間が多いよねとかも、なんかいろいろじゃあこれいいやっていうので、手放した結果に幸せがあったりするとかもあったりするので、なので、なんか現時点で割と幸せなのって、やっぱりいろいろ過去になんか、あ、この時点ではやだなと思ったものがあった結果うまくいってるというのがあったりするので、なので、んなんかね、あんまりこう、まあ今うまくいってるせいだと思うんですけど、 なので、その、ネガティブなことがあった結果、うまくいってるんじゃないかなと思ったんですけど、で、全然関係ないんですけど、あの、<laughs> なんでこの人は鈴木好美先生の名前を出したんだろうと思って。<laughs> あの、中学の英語の先生で、僕の目の前で先輩に殴られて失明して、あの、学校の先生を辞めざるを得なくなったっていう先生の名前をなぜ出したんだろう。 えー、90, 歳老人90歳老人が50歳息子の遺体を葬式の金がないという理由で放置したいことのニュースをどう思いますかうん、うん、生活保護を取ればいいのにね。あと、あの、役所に言えば葬式代は役所を出してくれたりするので、なので、あの、ちゃんとその,あの役所の仕組みを知らないっていうのが良くないんじゃないかなと思います。24歳女です。日本に飽きました。ヨーロッパに住んで無理としたらフランス以外どこがいいと思いますかスイスとデンマークに興味がありません。ちなみに英語しか話せません。 あ、スイスとデンマークにであれば、フランス語はやめたほうがいいですよ。あの、英語はあんま通じないので。で、どちらかというと、あの、ちっちゃい国の方が英語は通じるので、なので、まあ、スイスだったり、デンマークだったりは全然英語通じたので。なので、あの、ドイツ、スイス、スペインは避けた方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ、ドイツ、フランス、スペインか。はい。えー、私46歳、夫68歳、子供なしも夫です。築100年の古民家。これ読んだやつだよね。はい、すいません。 ま、今一斉コメント書けません。えー、50代後半、女性罰1日ぐらい、昨年フィルムのコールセンターを辞めて、今は在宅で月収3万の簡単なライターをしています。半年前から250万運用し月平均税引きご利益10万円あります。貯金1500万。このまま株を続けて良いでしょうか現物のみで大型株しか買いません。投資家か買わさないです。60歳から国の年金受給の方が良いのか、65歳から良いでしょうか外に働けるのが嫌いいです。アドバイスください。 えっと、あの、65歳まで今の、あの、お金で暮らせるのであれば、あの、受け取りの年、あの、ね、年、その、年は65歳に伸ばした方がいいです。あの、まずその、えっと、早めに受け取ってしまって、受ける金額が少なくなるっていうのが良くない。あの、ま、生活にいろいろあの、ま、支障が出る可能性があるっていうのと、あとその、なんか、 80ぐらいで死ぬから、じゃあ早めに受け取った方が総額得だよねっていう考え方って、長生きしないというその決定を自分でしてしまうのって、80歳に近づいた時に多分めちゃくちゃ不安だと思うんですよね。<laughs> 要はあの、80までで死ぬという計算をしててお金を使ってたのに、これ、ひょっとしたら80超えちゃうんじゃねってなるとめちゃめちゃ不安じゃないですか。年取って不安になるのって結構大変だと思うので、 なので、あの、長生きした方が得だよね。だから、65歳以上で生きたあの、その年金もらった方が、年金のが増えるし、生きれば生きるほど、年金回収できるから得だよねっていう形で、なるべくその人生が長期的に長,長生きできて幸せになるという方向で作った方がいいんじゃないかなと思います。はいえー、昨年5月にユーロ順人ホーム事業を開業した36歳男性です。えー、現在、利益率は10%、あ、これ読んですのはい、すいません。 だいぶなんか遅れてるはいすみませんはい、えー、現在中立機で芸大修士に通っています残すところあと2年半のスイス生活アルバイトで時給5000円のこちらの生活を背放したくありませんがこちらで芸術関係の就職もなかなかキモですペーパー上の結婚もありですが彼女はしたくないというのことなんとかビザが降りるような仕事転出なら別にすですいや応用お願いしますえっとでもあの大学ってアメリカの場合卒業すると1年間ビザなしで働けたりするんですけどスイスもそういうのあるんじゃないですかね。 で、ないんだったら、まだ20代だと思うので、ワーホリっていう形で、あの、就職して、で、そこで認められたら、そのまま就職ってたりするので、なので、あの、とりあえずビザなしで働ける方向性でいろいろ考えるっていうのもありなんじゃないかなと思いますけど。お、これ読んだやつですね。すいません。 ヨーロッパ在住です。最近遺産が少し入ったので、こちらでインデックス投資に全額突っ込みたいんですが、今円安なので日本から送金するのに躊躇しています。洋木さんは日本にお金を置いておくか、送金してインデックス投資に入れてしまったどうなるか、なるべく損したくないです。お家をお貸しください。えっと、円安が今後続くかどうかで、えっと今、今百四十150円ぐらいか。 で、153円とか160円になると思うのであれば、現時点で買えた方がいいと思うんですけど、一回あの円高に行くと思うのであれば、あの日本のあの証券会社にお金突っ込んで、円のまま投資しちゃえばいいんじゃないかなと思うんですけど、ちなみに僕あの、一回アメリカでリセッションがあるんじゃないかなと思ってる派なんですよ。あの、そのアメリカの景気もどっかで一回落ち着いて、ちょっと不景気になって、で、そのタイミングで、 円高に方向に一回動くんじゃないかなと思ってるので、その20年、30年、今151年か、20年、30年とかで長期的に考えたら全然円安になると思うんですけど、多分ここ1年、2年の間ぐらいに一回ちょっとアメリカは落ちるんじゃないかなと思ってるので、なのでそのタイミングであの円をあの外貨に変えた方がいいのではないかなというふうに思ってます。はい。 とはいえ、まあ、その、まあ、5年くらいそれ言ってないそう。<laughs> あの、僕、その前は普通にドルに変えた方がいいよって言ってたと思うんですよね。ドルに変えた方がいいよって言ってた時代から、多分、あの、おととしぐらいまで言ってたと思うんですけど、で、なんか、150円台ぐらいになってからちょっと待った方がいいんじゃないかなっていうふうに言ってるはずさ。イクオ君誕生おめでとうございます。 あ、お兄さん30歳なんだ。おぉ、30歳のお兄さんに320円払う妹さんっていうのもなんかいいっすね。はいえー、若い人が子供を作られないのは娯楽が溢れてるせいだって成田先生が言ったけど、ひろきさんはまだお金ない説押すお金ない説押しますね。はい。あの、結局、その、あの、20代で年収700万を超えてる男性って確か9割結婚してるんですよね。 なのであの若くてお金がある人って結婚するんですよ。で、逆にお金ない人結婚できないっていうのがあって、あの結婚率とあの20代の年収って完全に比例してるんですよね。なので、あのお金ないから結婚できないって話だなと思ってます。 あの、もちろん、あの、お金なんか関係ねえ、結婚できないよ、俺不イクだからっていう人もいるんですけど、あの、全体でいくと、あの、不細工だから結婚できないというより、お金で結婚できない人の割合が高いです。ただ、あの、20代で、あの、年収800万だけど、俺結婚できないよっていう不イクで性格の悪い人がいるのも事実です。要は、あの、お礼で結婚できないよっていう個人の問題と、全体として年収高い人結婚できないよねっていう話は別なんですよ。 年収高い人が全員結婚できるわけではなくて、年収高い人は結婚しやすいけど、でも不細工で診断さかめしてて性格が悪いとかっていう人は、それは結婚できないよねって話です。ちなみに、あの、年収の高い女性も結婚率低いです。要、うん、は、あの、女性は年収が高くなると、あの、男性の見る目が上がるんですよ。 で、こいつとは結婚できないよねってなるんですけど、年収の高い男性は、年収の高い女性はめんどくさいから選ばないというのがあって、あの、日本の女性は自分より年収の高い男性を選びがちなんですよ。 で、選びがちと言って選んだとしても、残念ながら、その年収の高い男性は年収の高い女性と結婚したいと思ってないので、あの、付き合ったり遊びではするんですけど、結婚相手としてはめんどくせってなったりするっていうのがあったりするので、年収の高い女性ほど結婚しづらくなるっていう逆現象が起こるっていうのが、割とあの、日本の面白いところです、ね。 え、男の子が生まれますが、私の身長が150センチ以下、旦那が155センチ、私が小さいため、低身長になるかもと今から申し訳なくて不安です。子供の身長を伸ばすためにスポーツさせたり、食事気をつけれたりすることは意味があると思いますが、伸びなくても女性からやべるような魅力的な男性になるので、どうなさったばいいでしょうかえっと、下手にスポーツさせないほうがいいです。食事は食わせまくってください。 あの、その、バスケットボール、その筋トレをすると成長止まってしまうっていうのがあったりするので、あの、下手なトレーニングさせたり、下手な部活入れると、その筋トレを教えちゃったりするんですよね。で、その結果身長止まっちゃったりするので。なので、あの、自分でちゃんとスポーツをコントロールできるようになるんですけど、スポーツやれてた方がいいよね。じゃあ、あの、野球入れた方がいいよね。とか、サッカーのクラブ入れた方がいいよねってなると、下手な筋トレをさせて身長が止まる可能性があります。で、あと、食い物で、あの、その、 ちゃんと必要以上の栄養素を得ないと成長は止まります。今その体を維持するというのにエネルギーを使うんですけど、体を維持する以上のエネルギーがある結果、その頭、脳が発達したりとか、身長が伸びたりとか、筋肉がついたりっていうのがあったりするので、なのでめちゃくちゃ食わせてください。あの、ぽっちゃりぐらい食わせるのがちょうどいいです。なんかあの、スタイルがいい子の方がいいよねってので、飯食わせないってなるとそこで成長が止まったりするので、なのであの子供はぽっちゃりぐらいがちょうどいいです。はい。 えー、地方農協勤務20年の40代です。社労士試験、社労士試験に合格したんで、今年の時期の二度規模を出しましたが、保険のセールスも知られました。<laughs> 社労士法人の転職も考えないないてもらいました。20年に退職もらいましたが、転職すべきか耐えて生活するべきか。よく <laughs> さんどう考え、どちらへますかもうとっとと社労士法人行った方がいいんじゃないですか いうその農協のルールに合わせて、あの、生活をし続けるっていうのを、まあ今20年働いて40代ですけど、あの、引退するまで、あと20年 ?25 年ずっとそのなんか、保険の成立的なことをやらされるのか、せっかく取った資格で、あのし、その自分の能力を使って生きていくのかっていうのをいくと、僕は自分の能力を使って生きていった方がいいと思いますけどね。はい。 リスクを取らない方が、リスクと貯金だけで資金管理している人に対して思うんですが、ひろきさんはいかがですかんえっと、リスクを取らないというので、損をし続けるというのもリスクなんですよ。要は、リスクを取りたくないので、日本の銀行に普通預金でずっと入れ続けてますっていう人と、全額アメリカの銀行入れましたっていう人でいくと、年間多分4%以上差がつくんですよね。 要はあのアメリカってあの普通に預金利率が3%とか4%とかついてたりとか、あと為替で得してたりするので、なので10年経って、大体アメリカに入れておくと1.7倍,倍ぐらいになってるかな、なのであのアメリカで1.7倍にしたのを円に買いますとなると、1.7倍になったんですけど、日本で普通預金に入れておくと、ほぼ変わりませんっていうのがあったりするので、なのでそのリスクを取らないということがリスクであるというのが今の日本の状況です。はい あこっちか行って、ゆきさんはい。ADHD 基本アラフォーです。外商店の3年目で接客販売業をしていて、一般職で年収850万円です。最近仕事に少し飽きてきました。天然がないので体力続く限り、今の仕事を続けることは可能ですが、何かあった時に資格を取っておくべきか悩んでいます。現在、保有資格もなし、英語も知られません。40代、50代でも独級くらいで転職に有利に資かがありますか独立は希望しません。えっと、まあ、今更何らかの資格を取って、一気に年収が上がるというのはかなり難しいので、 なので、ま、PC 扱う系の資格とか、ま、語学、語学を今さらやっても厳しいので、あの、なんか Excel 扱います系の資格とかも多少あった方がいいと思うんですけど、でも現状年収850万もらってるんだったら全然十分だと思うので、その会社でずっと暮らしていくっていうのでいいんじゃないかなと思いますけどね。あの、その嫌われたりクビにならないように、その会社でうまく立ち回るという方が、よっぽど年収にとってはいいんじゃないかなと思いますけども、はい。 えー、ひろきさんゲームのセンサー性とはどのようなことかと思いますか私は雇用が生まれたり文化一を知ってもらうことに関してセンサー性があると思いました。あとはその文化を知ってもらうだったり、あの外貨収入を得るというので重要なので、あの、ロシアのプーチン大統領が、あの、ゲーム機を開発するとかって言い出してるんですよね。 要はそのゲームというのを通じてそのアメリカだったりヨーロッパだったり日本の文化っていうのが結構輸出されてたりするのでそういった形でその外国のものがいいよねっていう風になってしまうのよくないよねなので自分たちでも作ろうっていう風に考えたっていうんだと思うんですけどなのでやっぱりそのあの日本の文化って結構そのゲームによって伝わってるものってあったりするんですよアニメによって伝わってるものだったり っていうのもあったりするので、なので、その文化輸出という意味では、割とゲームは重要なんじゃないかなと思いますけどね。まあでも昔はロシアがテトリスみたいなのも作って面白いよねっていうのがあったんですけどね。ああいう感じでその面白いものを作るその文化性というのはロシアにもまだ残ってると思うんですけどね。<laughs> えー、訴訟は、警民問わずに末らは本当の意味では誰も幸せになってないですよ。訴訟は不幸な人たちがさらに不幸になるための社会システムで。まあそうなんですよね。 なので、なるべく訴訟を起こさないで回せる社会の方がいいんですけど、ただ、えっ、ー、と、弱者がひたすら我慢をし続けるぐらいだったら、訴訟をすることで解決するという、アメリカは、まあ、その、事前、 その次に全って書いて事前の形として訴訟しまくるっていうのを選んでるんですけど、日本の場合は弱者は訴訟をしないで我慢をし続けて泣き寝入りをするという構造になってるので、僕は泣き寝入りをするぐらいだったら訴訟した方がいいんじゃないかなと思ってたりします。大手百貨店から総合職で内定をもらったのですが、将来性や転職できるのが不安です。他にあまり有名ではない機械メーカーから内定をもらってるんですが、どちらがおかげでしょうかひろさんご意見を伺いたいです。 あと、大手百貨店の総合職の方が全然いいと思います。あの、どうせ転職すると思うので、転職するのであれば、その、得する転職先、要はその、履歴書に書いた時に、どちらの会社の方が就職しやすいかってことを聞いたことがない機械面ー,ーと、大手百貨店であれば、ああ、あそこに行ってたんですかっていうので、割と評価されたりするので、なので、大手百貨店がくっついてる方が、履歴書としては見栄えがいいんじゃないかなと思いますけども。 中国が台湾を攻め込み完全占領した後、日本が中国に対抗する方法はありますかなければ日本は消滅するんでしょうか別に消滅することはないですよ。 で、あの、中国が言ってる台湾には八重山諸島も含まれてるのと、あとそこら辺にその自衛隊の基地があると中国と,としては安心できないので、ここも中国だよねって言い出して、まあ、尖閣諸島も含めてそこら辺は時間の問題で取ってくると思うんですよね。要は台湾も中国だと言って取るように、八重山諸島だったり尖閣諸島も中国だと言ってるので、なのでそこは取りに行きますと。で、そこの争いは起こると思うので、 んで、沖縄も昔は調校していたから中国だよねと言い始めて取りに来る可能性は僕はゼロではないと思います。結局、まあ、あの、何癖をつけられるかどうかなんですよね。 そのなんか本来そこお前の土地じゃなかったろみたいなところでも難癖をつけて取るっていうのは世界中やってるのでなので中国は割とそこら辺も中国だよねっていう形で沖縄辺りまで取ると思うのでさすがに九州までは狙ってこないとは思うのですけどもじゃあそこら辺でじゃあ海洋資源っていいものがありましたっていう時にやっぱり佐渡島辺り取っとくと海洋資源取れるよね日本海も全部俺たちが取れるようになるじゃんってなるとじゃあ佐渡島を取って佐渡島から西側の部分 部分は全部中国だよねこの日本海と呼ばれているのももともと中国が抑えてた海だから中国の内海として使いますよっていう方うが、まあ、利益率高いよねっていう形になると多分取るんじゃないかなっていう気がするのでなので本州本土まで取るのは難しいと思うんですけどその日本海だったり東シナ海だったりとか奄美、まあ、だったりとかそういった島を取るっていうのは今後もやり続けるんじゃないかなと思うんですよねあのベトナムあれフィリピンだっけベトナムかフィリピンのどっちかで、ね 島作ったんですよね、中国。要は、あの、人工の島を作って、ここは人工の島を作ったから、ここは中国のものであると。で、中国が作ったんだから、中国の島であると。なので、この島の沿岸は中国のものであるっていうのをやって、で、実際揉めてはいるんですけど、ただもうそれをそのフィリピンもビドナムも軍事的に壊すことはできないので、結果として取られたまま、フィリピンかなっていうのもやったりするので、 なので、割とその中国というのは日本人の考え方とは違って、これ取ったら得だよねっていうのを本当にやるんですよ <laughs>。なので、あの、平和憲法があるから大丈夫っていうほど大丈夫かなっていうとそうじゃないんじゃないかなっていうふうに僕は思うので、なので、あの、ある程度のところで、 そういうことをやらかす国だよね。ロシアとか中国ってやっぱりやらかすよねっていうところを意識した上で外交政策はするべきなんじゃないかなというふうに思ってたりします。はい。というわけで、あの、風も引いてるので今日はこの辺にしたいと思います。ね、一応設定は大丈夫そうだったので、このままアベマもいけるかな。一応そのアベマの設定のテストっていうのもあったので。なので。 だ大丈夫そうなのかなというのが確認できたので、満足です。何よりです。はい。なんか、その、一応そのなんか OS を再度インストールしたりして、そのなんか、あの、いろいろこう、不具合があったり、うまくいってなかったりっていうのがあったりするので、で、この後、うすると、あの、マイクのテストをしようかなと思ったりしますけどはい。というわけで、お疲れ様でした。ウ、え、ィ、ー、で、これをした後に、こっちで終わらせると終わかな。はいィ、えーす。お疲れ様でした。